きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ毎年恒例のこの企画、はい、サバイバルポジションです。はい。ね、まあキャンプも、まあ、この動画がいつ出るか分かんないけども、そうですね。あのまあキャンプ前に多分出るんだろうとは思うけども、まあキャンプに向けて開幕までの各チームのね、よく言うのは監督とかが。うん、横一線ですみたいな、はい、嘘こけみたいな横一線なわけないやろみたいないやでもよく言いますよね、やっぱキャンプを見て決めるとか、何が嬉しいんだろうね、うん、そのなんか横一線ですみたいな、嘘こけって言って横一線なわけじゃないやろお前、絶対それで試合出るやろみたいな怪我しない限りみたいな、はい、だからそのまあ各チームの分析をしながら今年はちょっとブラッシュアップして、はい、サバイバルポジションのポジションと選手、はい、それとキャンだからシーズンに向けてそのチームはどういうキャンプを過ごさなきゃいけないのか、こういうところ強化しなきゃいけないよね、でファンの皆さんがキャンプ見に行った時にこういうの注目したらいいですよっていうアドバイス付きです、はい、12機会です12回。あ、1球団ずつやるんですか。やります。おお、はい、今までは2球団ずつでしたけど、そうそう、やっぱね好評なのよ、はい、1球団ずつやって、うん、それを長尺にまとめて聞き流し動画が好評らしいんだよ、はい、トラックの運転手とかの人がそれを聞きながら輸送してるらしい、はい、もうラジオとしてね、そう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 、うん、だからあとはそのこれもあった人でもその職人さんで作業とか料理とかの準備してる時にそれを聞きながらやってるらしい、うん、あーなるほど、そのバックビューだから今までラジオ聞いてたのをそれを聞いてるらしい、はい、そのためにも、うん、そんな10分ごとに止めれたら面倒くさいじゃん、はい、そのためにもね、うん、皆さんの期待に応えて12球団分やります、はい、まずはオープニングチームロッテです、はいはい、まあ、昨年5位ということでね、うん、まあ、今年、うん、吉井監督になって、はい、本当になんかいきなり吉井さん連絡来たみたいで、はい、いきなりびっくりしたって言ってたらしいね、まあ、それでね一気にこのチームは変わってやっていかなきゃいけない中でね、はい、これはもうねサバイバルポジションはね1ポジションだけなの。でも監督変わるからちょっと使う選手も変わるとかないんですかね。いや、ないない、もうほぼほぼ決まってる。だからもうね、うん、キャッチャーはもう松川だね、はい、でファースト井上、はい、セカンド中村、うん、でサード安田、はい、でショートがサバイバルポジション、おでレフト荻野、はい、センター高部、ライト山口、 DH ポランコ、うん、多分もうこれもう ほぼほぼこれだと思う。あら、あ、もうあれですか。でなぜなら、はい、そうじゃない選手と今挙げた選手の差がえげつなく開いてる。え、外野は誰でしたっけ。荻野、高部、山口。あ、まあまあそうですね、うん、じゃあね、うん、こんなこと言うとあれだけども、ね、じゃあ高部辞めて岡出しますかみたいなね、はい、荻野辞めて菅野出しますかみたいな、うん、なるじゃん。佐藤俊也選手とかはどうですか。出るとこないよね。え、だってよ、はい、2割1分4厘で、まあ、8本塁打、はい、うん、打つキャッチャーって言われてもね、はい、もっとだってこれ2割5分ぐらいでホームラン8本だったらいいと思うんだよ。うん、2割1分4厘じゃね、はい、まあ、だいぶ寂しいよね。で松川選手とこう半々とかでもなんかやっぱもう主戦は松川選手って感じなんですかね、うん、だから田村もね、うん、だからまあキャッチャーもサバイバルポジションじゃんって思われがちだけども、はい、まあ、田村がね、うん、FA 次第で残留して、俺は先輩 FA した方が良かったと思うけども、はい、個人的にはね、うん、じゃあなぜならよ、うん、まあ、こんなこと言ってもね、やる前にシーズン前から言ってもあれだけど、俺の予想としてはね、はい、もし松川佐藤が怪我しなかったら、うん、田村が試合出るのは30から50、うん、出ても、はい、でスタメンで出ても週1、うん、もし松川とかが打たなかったら劣勢の試合の時に終盤松川に代打が出て最後の789の処理、うん、勝ってても負けてても、うん、みたいな感じの役割になるから、はい、打席数とかめっちゃいくなるから結局は松川佐藤がいての田村なのよ、うん、だ下手したら一軍に入れるかどうかの瀬戸際ぐらいなのよ、はい、ポジション的にはね。でこれなぜなら田村を主戦で使って仮に1位2位争いで強かったら誰も文句言わないけども、万が一田村を主戦場で使って B クラスだったら松川なんで使えへんのやって絶対言うやん。あー、なるほど。ファンの人は、うん、松川育てていこうぜみたいな、うん、去年あんだけ出てで田村出してもお前4位とか5位なんやからもう松川育てて未来のために行こうよみたいな、うん、で先輩言うやん。ファン、もしそれでチームが負けたらそう思われちゃうんですよね。そうだよ、うん、そうってなった時に、うん、
田村を主って考えるって、うん、松川とか佐藤が怪我しない限り俺はもうないと思う普通に考えたら、はい、だから俺は FA した方が良かったんちゃうかって心の中で思ってるけども、うん、まあもう残留をね、うん、残留したのはもう本人のね意思だから、まあ、それはね頑張ってもらいたいけども、はい、でもキャッチャーも そこどうせほぼ主は松川なのよ、うん、ほぼほぼね、はい、でファーストも多分井上なのよもう普通に考えたらね、うん、でブーちゃんがだから去年終盤ね良かったからね、はい、2割4分6厘ホームラン7本ねだから、まあ、怪我もあったからね、うん、元気でできれば、まあ、うまくいくんちゃうかって期待値ね、うん、でセカンドはまあ中村ちゃんね、はい、もうそこはね、うん、でサードはもうそろそろ安田が一本立ちしてくれなきゃ困るっていうところでね、うんはい、まあ去年終盤を打ったからね、うん、もうちょっとカチッとね来ればね、うん、2割6分3厘ホームラン9本だからね、はい、まあここがまあ2割7分ぐらいのホームラン20本ぐらい打ってくれればね、うん、まあ面白い存在になってくるし、はい、でレフト荻野はねもう確定でしょ、うんはい、でセンター高部もねなんかタイトルか首位打者か取りたいって言ってね、うん、あの最多安打か首位打者か、はい、っていうところでもうセンターはほぼ確じゃんね、うん、でライトはもうこれ山口使わないで誰使うんやっていう ね、うん、そうですね一番の期待値あんの山口でしょみたいな、うん、ホームラン打てる、ね、そうそうそう感じになってくるから、ね、だからまあ多分ほぼ確でこれやと思うよ、うん、でショートでサバイバルがね、はい、だからあの友杉をドラフトで取って、うんはい、だ藤岡、はい、小川、うん平沢、うん、福田、うん、茶谷、うん、で勝負だね、はい、もう結構確かにいないですねそこまであの固定この人っていうのがいないだってこの人っていないから毎年勝負ばっかり取ってるわけじゃんそうですね何回も言ってるけどね、うん、もうここがだ逆に言うとね、うん、ショートばっかり取ってるから こんだけいるのよでもじゃあ他で考えた時に、うん、だからロッテのね一番の今年勝たなきゃいけないって考えたときにやらなきゃいけないことはショート以外の今言った名前の選手が全員ベースアップしなきゃいけない、はい、もうだから新しい戦力ってないのよそうですねその友杉かポランコ以外、うんはい、新しいもう既存の去年終盤戦った野手は既存のメンツで頑張んなきゃいけないのよ、うん、っていうことは全員がベースアップしなきゃいけないのよ、はいまあ、荻野のね3割1分ホームランこれはもうねどこもあと年齢も年齢だから、うん、どこまで維持怪我なく維持し続けれるかがね、うん、勝負だしね、はい、で中村翔吾は2割5分7厘は若干低いからねやっぱ2割7、8分、8分ぐらいにね、まあ、上げていきたいなっていうところもあるしね、うん、井上誠也はね、まあ、ここからやっぱホームラン20発ぐらいは打ってもらわなきゃ困らないからベースアップしなきゃいけない、うん、で山口が2割3分7厘ホームラン16本だから、まあ、ホームラン20本ぐらいに上げてやっぱり打率は最低でも2割5、6分は、ねうん、残していきたいで高部はね、まあ、盗塁王を取ったけども、はいまあ、さらにね安打っていうところを2割7分4厘だから、まあ、3割ね、はい、いけるように頑張っていきたいし、うん、で安田はもうちょっとホームランねもう20本ぐらいね、うん、打てるように頑張っていきたい、まあ、これ今言ったやつがベースアップできれば、はい、多分いい形で残れるけどもでもそれができなかった時に替えいないからねだからそのショートいっぱい取ってることによっての、うんはい替えがもし外野ダメになった時にもう藤原なのよで藤原どこまで頑張れるのかっていうところもねでも藤原も出るとこないからねそうですね藤原選手はでも本当出てきてほしいっていうこのファンの期待というか出てきてほしいけど出るとこないのよ、まあ、今ちょっとその3人が硬くなっちゃいましたからね、まあ、硬くなったというか、まあ、そこをもうだって山口引っ込めるわけにいかないからね、うん、ってなったら藤原を外野に出して山口をファーストにしてでも守備井上うまいからねだからもう DH がポランコが山口みたいなあだから結局はなかなかベースアップどこまでできるかっていうところが野手は勝負だけども、うんまあ、ショートはもうこの確かにショート多いですね、うん、だからまあ2軍でいうとね西川とか山本とかね、うん、長距離砲がいい形で来てるけども、まあ、出るところはあんのよ正直どのポジションもサバイバルなんだけどもう言い方悪いよレベルが低い中で固定されてるんだよ、うん、だこれを上げて固定していかないとチーム力が上がってこないから、はいまあ、そこら辺もショートだねもう確実にね、はい、ショート誰が座るかっていうねこの友杉がうまくはまらなかったらまた今年の年末もドラフトでショート取るんちゃうガチャだからあの当たり引くまで引きますよみたいないやでももう1年粘ってほしいですけどねそのルーキー取ってきたらこうもうちょっと育てるためにこうでもそんなこと、うん、そんな考えあったらこんなに取ってないからそうですね、うん、でピッチャーはね、
はい、まあ、先発で言えば、うん、確定は石川でしょ、はい、佐々木朗希でしょ、三馬、うん、でしょ、はい、小島でしょ、うん、あ、メルセデスね、はい、だからあと一人だね、あと一人を、まあ、岩下なのか元前なのか二木なのか、うん、で新人の菊池なのか、うん、まあ、種市とか、うんうん、西野、あ、でも種市、まあ、西野は後ろかな、去年一緒、あとは鈴木翔太、うん、あ、そうですね、とかドライチですね、あと川村時人、うんうん、佐藤翔馬とかで勝負やな。あ、じゃあもう5人ローテーションはほぼ確ですか。もう、まあ、もう確定してるよね、うん、だからあと一人だね、はい、先発ローテーション空いてるのは一つのみで、リリーフは、まあ、守護神候補にね外国人も取ってきてるから、うん、でもまあ後ろは、まあ、小野松田、はい、小野松田東條、うん、西野、西野、うん、小野松田東條で西野、うん、外国人、うん、まあ、5人だな、もう ほぼ格は、うん、あとはもう本当唐川にしても東にしても八木にしても、まあ、坂本国吉とか、うん、まあ、大沼横山とかはもう佐々木千早ね、これはもう勝負だね、だから5人、はい、5人と5人決まって、だから先発1人のピッチャーは大体13人とかぐらいだから 5-5 決まってるから10でしょ、うん、2-3 人リリーフは、だからそこだ、まあリリーフまだあるね、うん、空いてんね、キャンプ次第ではかなりチャンスがあるんじゃないですか、うん、まあでも普通はこれぐらい空いてるからね、うん、でもあれだよ、勝利の方程式空いてるから、あ、5人だから勝利の方程式も、勝利の方程式も空いてる、5人は決まってるけど勝利の方程式空いてるチームって珍しいから、そうですね、まだカチッと決まってない、しか決まってない、だって毎年変わるからね、そうですね、もうあの毎年佐々木千早良かったけど次ない、唐川良かったけど次のシーンはいい、うん、みたいなところだからね、ルーキーがハマるかもしれないですね、可能性も十分ある、うん、サバイバルだから方程式サバイバルだね、わ、掴んだらでかいからね、そうですね、うん、そこで固定されたら長いですね、そうだから秋もリリーフの秋も 2-3 先発1枠、うん、方程式は空いてる、はい、チャンスだね、チャンスだからピッチャーのリリーフが超チャンスだね、はい、うん、で野手はまあもうショートだな、ショート誰か、まあアドバンテージは茶谷が一番去年ね終盤頑張ったから、うん、まあ、それをどこまで活かせれるかだけども、あとはルーキーの友杉とか、うん、でももうほぼほぼ誰か埋まったらもう他全員ほぼいらなくなるけどね、そんな一箇所にいっぱいいたらもうしょうがないからね、はい、でもまあどうなるかっていうところだけ どそこら辺がサバイバルだね、うん、だからやっぱこのやっぱりやらなきゃ、このキャンプでやっぱりロッテが一番やらなきゃいけないのはやっぱその既存に出るメンバーのベースをもっと上げていかないといけないから、はい、これがやっぱり低いままだと、うん、だから多分日本代表の2の字でも誰も上がってこないじゃん野手なんて、うん、だこのキャッチャーも含めて全部ベースアップしないと多分今年も B 格なのよ、うん、ピッチャーがどんなに頑張ったりとっていう、はい、打てないからね、うん、でそこがどれだけ頑張れるかのベースアップを、だから野手陣が、うん、まあ、コーチの福浦さんを筆頭に野手陣がどこまで必死こいて練習できるかが勝負だね、うん、このキャンプね、はい、正直全ポジサバイバルだからね、いないからこいつって言ってるだけだから、はい、今のロッテの野手のメンツで多分他の球団でも絶対試合出れるのは荻野の高部と中村ぐらいちゃう、あ、まあ、それもチームによるよ、うん、チームにもよるけど絶対試合出れるのはこの3人だけだね、うん、で期待値で山口が、まあ、出してあげてほしいなっていうところはあるけども、だからもっとだから野手陣が振り込んでやっていかないと、はい、とあとはキャンプでやっぱ後ろの方程式を吉井さんが監督としてどこまでパチッとはめれるか、しかも吉井さんは基本的に2試合投げたら1日休むからやっぱ2ローテーションぐらいリリーフを持っとかなきゃいけないわけ、はい、ってなると3プラス2は絶対だ、5人の勝利の方程式を組めるメンツを育成しなきゃいけないから、はい、まあ、その新外国人もそうだけどもそこをはめ込んでいけるかがキャンプオープン戦に向けて一番の注目どころ、ね、だからそこを 見に行った方がいい ね、 そうですね、見てる人たちはね、はい、誰が勝ち得るかね、うん、っていうところがロッテのサバイバルポジションでね、はい、はい、ということでね、うん、あの開幕に向けて誰が勝ち取るのか、はい、頑張ってほしいですね、はい、今日はですねセリーグ一発目ですけども、はい、最下位からの逆襲の竜です、うん、はい、どこまで逆襲できるのかっていうね、ところで逆襲できるかの竜、はい、うん、ドラゴンズのサバイバルポジションでいうと、まあ、キャッチャーはもう木下だね、だっていないもんね、うん、数もいないし、はい、正直ね、いろいろ FA とかトレード情報はあったけども、うん、まあ、それが全くうまくいかなくて、はい、入団ゼロ、うん、
ていうことを考えたらもう木下じゃんね。でも去年結構終盤2軍に行ったりってありましたよね。それなんかの激励に触れたんちゃうそういうことなんですかね、うん、でもまあほぼ確じゃんね。まあそうですよね、実力としては。 でファーストは、うん、あのビシエドとあとアルモンテの勝負らしくて、はい、おアルモンテ、うん、でもビシエドも2割9分4厘ホームラン14本だからね、はい、悪くはないよね、うん、正直ね、はい、でセカンドがなんかサードが情報によると、うん、石川と高橋周平がもう競争するらしいのよ。おい、で俺はもう前からは石川サードだ、去年と一緒のように石川サードショート土田セカンド高橋周平なのかと思いきや、はい、サード石川と高橋周平で勝負らしくて、だからもうサバイバルだよね、はい、どっちか落ちるね、うん、だからどっちか使われない。そうなんだ。でショートはもう土田でね、はい、多分決定だと思う、ね、まあ、去年あんだけね出てきましたからね、うん、でセカンドがもうだからサバイバルになるのよ。超サバイバルじゃないですか。そうだから田中美希はね、うん、で村松ね、はい、あとは福永ね68番ね、はい、でもうこのルーキー3人で競わすらしくて、うん、わルーキーをじゃあ誰かもう誰かが、うん、まあそれか、うん、それがうまくいかなくて石川と高橋が両方いいから、うん、高橋周平セカンドに行かせよとかね、うん、ひょっとしたら石川セカンドに行かせよみたいなのもあるかもわかんないけども、うんかねうん、だから最初はもうそこをサバイバルらしい、ね、あじゃあもうこのキャンプを見て、うん、だからもうほぼ確はショート土田で大島をレフトに生かしたいらしくて、はい、で大島レフトだセンター岡林、はい、でライトにアキーノらしい。うわーアキーノ外国人、はい、だからもうライトはもうノーサバイバル、はい、あ外野は、うん、外野ショートキャッチャーノーサバイバルだね、うん、外野だからもうブライト浮かいらないね。去年の1位と2位ですよ、うん、だってもう出るとこないんだ。ノーサバイバルだよ。どんなに頑張っても怪我しない限りうん、ノーサバイバルだよ。だからもうだから大島が今年38歳だから、はい、そうですね、もうそんなね、うん、ずっといけるわけじゃないから、はい、大島が怪我したり疲れてきた時に、うん、だからもう鵜飼ブライトはそのレフトに入れるかどうかだけども、うん、はい、あとはまあ外国人もいるからね、うん、そこに外国人はめてくる可能性もなきにしもあらずだけども、はい、ピッチャーのねロドリゲス、マルティネスが2人入るから、うん、はい、だから野手はやっぱ2人しか入れれないからね、うん、って考えたらやっぱアキーノ、アルモンテになってくるじゃんね。ビシエド、だからビシエドかアルモンテ、だからアルモンテが勝ったらビシエドに行くんなんだよ。ああそういうことか。でそこも外国人もサバイバルなわけですね、うん、そう、うん、結構サバイバル多くないですか。いやでもサードとセカンドとファーストだけだよ。あそうか、内野ですね、うん、3ポジションだけだから、うん、3ポジションか。あとはもうほぼ角だね、うん、横一線じゃないね、はい、岡林でもしセカンドがうまくいかなかったら石川と高橋が割れるだけだから、はい、正直ね、うん、って考えたらやっぱ今年勝つためには、うん、アルモンテ、ビシエド、アキードの爆発力によるな、はい、だって野手でいうと岡林が昨年最多安打でしょ、はい、まあ、タイトルで言ったらそれ以上は望めないわけじゃん。いやマックス陣にいるわけじゃん、うん、で大島が打率2位か最後なんか上位トップ3入ってるからね、ってなったらそれより上を目指すのはないわけじゃん。もうトップクラスにいるわけだからね。で土田でしょ、木下でしょ、ってなったらこのもう石川、高橋周平とルーキーがどんなに頑張るかだけど、そんなにいきなりねブイーみたいなのちょっと考えづらいじゃん、ってなったらもうこのアキーノ、アルモンテ、ビシエドのこの3人のうち2人がまあ、2人でホームラン50本打ったらいいな。25、25ぐらいの感じで打てれば、うん、出るやつはいるからね、はい、要はドラゴンズ一番の課題は塁出るのに返せないだから、うん、この大島岡林で塁出て走り回って混ぜてそれをクリーンアップでどこまで返せるかが勝負だから、うん、もうこの外国人だな。だってベースアップしてるからね、うん、であとはまあ石川、高橋周平が、まあ、高橋周平がちょっとね数字を一番ハイアベレージの時に戻せるかどうかっていうところと石川が怪我なく1年間できるかどうかっていうところはかなり大きなウエイトを占めるけども、うん、はい、でも勝つっていうことを考えたら、うん、このアルモンテ、ね、あのアキーノ、ビシエドがどこまで頑張るかだね、うん、あともう一つ言ったら大島と小林がもう成績落としちゃダメだからね。いやそこ落としたらもう結構やばくなりますよね。痛い痛い、だって、うん、もうそれはもうルーに出る人がいなくなるっていう、6角になる。
あとルーキー3人がポンコツだったら、結局全部の想定崩れるから、はい、高橋秀平セカンド行ってくれるっていうのはやんな。うん、そうですね。そしたら、また控えが遅くなるからね。うん、あでも本当始まってみないと分かんないですね。まあ、外国人だね。もうキャンプは本当外国人中心に見るのみだね。あとはそのルーキー3人だね。いやルーキー3人の競争はちょっと楽しみですけどね。うん、あと石川と高橋がハイレベルで競い合ったらルーキー3人は消えるな。うん、どっちかがやっぱセカンド入った方が絶対いいからね、はい、最初の想定はね、うん、そうだけども。で、まあ、ピッチャーは先発でいうと小笠原でしょ、うん、確定は、はい、柳、うん、高橋宏斗で大野、うん、松葉かな、うん、まあ、5、6分だから、まああと一枠だね。先発空いてるよ。涌井。ああそうだ。でもまあ競争涌井なんだよ。その与えるもんじゃないからね。競わなきゃいけないから、うん、だからあとはそこに誰入ってくんの。俺デオ絶対先発した方がいいと思うんやけどな。二刀流でよくない。打てるなあれやから。あとはだから上田とか、上田とか、あとまあ中地とか、あとまあ勝野、岡田俊也とかか。1個でも空いてんな、先発はね。でも俺はもうネオを先発がいいと思うんだよね。ただ9番ネオだよ。よくない？面白いよな。嫌ですよね。うん、そうそうそう。でもリリーフはさ、去年からの流れで清水、ロドリゲス、マルティネス、この4人確定、あ、3人確定からの、まあ、ネオがどうなるかにもよるけども。あ、砂だね。あ、砂田絶対入ってくるね。祖父江福っていうところがまたもう一回ね、福はちょっとあのね、病気っていうか怪我もあるけども、うん、そこを盛り返してこれるかっていうところと、あと藤島ね、うん、だから、藤島、清水、ロドリゲス、マルティネス、砂田、この5人はほぼ格だよね。森博人投手とかは、いやそうだね。まあ去年良かったからね、5、6回のところでね、うんうん、まあ最初は来るかもわかんないね、うん、1個か2個空いてんね。だからピッチャー全部で先発1リリーフ1リだね、うん、そこにルーキーも含めて誰が入ってこれるかだけど、まあ、ピッチャーはそこそこやっぱ安定してるような感じで、だから打てればもっと高橋宏斗とかも勝ちつけれるしね、うん、他の選手たちの、まあ、柳とかもちょっと昨年は球高いなっていうところはあったけど、小笠原が良くなってきて打てさえすればもっと勝ち星 2,3 は全員ほぼ増えるからな、うん、やっぱ外国人やな。キーは外国人、うん、ここがハマるかどうかによっての恐竜打線復活できるかどうかが鍵に生きるな。もともと去年の段階で もう先発ローテーション8人で回すとかいうぐらいの人はいましたからね。梅津もいますからね。うん、あ、そうだ、そうだ。いやもう俺はもう期待してないよ。あんだけ期待してたのに。だって投げれないじゃん。いや まず投げれるとこに早く帰ってきてほしいよ。投げたら期待するけど、そうですね、うん、投げたらいいんだよ。投げたらいいんだけど、投げもう中里を見てるみたいだよ。中里とかあピッチャー、うん、球速い、うん、俺フレッシュオールスター一緒に出たんだよ、うん、えぐかったんだよ。もう中里と梅津が被るわ本当、はい、いや元気だったらスーパースター、はい、キャンプはもうだ片岡さん次第やな。やっぱ打たせなきゃいけないじゃん。だから片岡さんに早くブライトと鵜飼どうにかしてもらおう。ダメですか？どうですか？ブライトと鵜飼二軍のポスターにも載ってましたよ。ブライトと鵜飼期待したかいですよね。あ、まあ、1位2位ですから。そうです、活躍してもらわないところは。でもここブライト鵜飼も今年頑張んないと消えちゃうからね、うん、そんな正直ドラ入ったら何位とか関係ないからね。でもまあ大島がね38だから、うん、そこがね、開くからね、いずれね、そこに向けて入れるかどうかが彼らにとったら勝負だね。はい、うん、細川を現役なので取ってきてるってことはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。あー、細川選手、そうだね、うん、細川取ってんだからね。そういうことなんですよね、うん、はい、同じぐらいね、 DNA から。そうですね、右の対応もね、うんうん、まあでもあれだね、まあ、外国人やな。外国人も超、もう特にアルモンテはね、帰り咲きだけど、アキーレも含めてね、そこちょっとかなり注目的に見ていかなきゃいけないね。あとはそのセカンドの3人だね、はい、あとは石川、高橋の競争も、だから、まあ、石川、高橋がこれハイレベルで競い合うと多分強いと思うんだよ、うん、もうここだな、勝負は。だからそこを注目しながら
見ていくのと、あとはまあルーキーのピッチャー陣がねそこ入ってこれるかどうかが勝負だからね、はい、まあそういうところだね、キャンプの見方はね、はい、はい、ということで、まあだからトータルで言うと、うん、辰巳さんと片子さんの頑張りそこですかどんだけね、うん、そう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 、そこだから、しさ選択しなきゃいけないから、はい、まあ、セカンドもどこまで我慢するかにもよるし、うん、ビシエドとアルモンテをどっち使うかにもよるから、うん、そのそこをどうチョイスするかが最後かかってくるからね、うん、そのまあ本人の頑張りもそうだけどチョイスの仕方も大事になってくるみたいな、うん、1年間戦う、まあ、1年間ずっと一緒で戦う必要ないからね、うん、どっかで変えていかなきゃいけない時も来るから、それをうまくどういうふうに組み立てていけるかは首脳陣の腕の見せ所でもあると思う、はい、立浪采配楽しみです。そうですね、うん、B クラスから逆襲へ東北楽天イーグルス、はい、はい、ということでね、さすがに石井さんも監督専任になって、はい、うん、2年連続 B クラスはねやばいっていうね、はい、ところで、まあ、補強もしてね、うん、まあでもほぼほぼサバイバルポジションはないよね。え、でも結構予想スタメン一番難しくないですか、楽天。超簡単じゃん。まあ、うん、サバイバルポジションで言えば、うん、キャッチャー、はい、ショート、うん、レフトかライト一つだね。あ、だからライトかレフト、そんなもんか。だってまあファースト、だからファースト、セカンド、サードで、はい、ギッテンス、うん、フランコ、浅村、阿部で確定やと思うんだよ。そうだからローテーションだよ。だからフランコがサード、うん、ギッテンスがファーストだった場合は、うん、阿部がセカンド、DH、浅村とか。あ、そっか。でもしギッテンスが DH だった場合は、うん、浅村がファースト、阿部セカンド、うん、フランコサード、サードで、フランコが DH の場合は、うん、あ、浅村がセカンド、阿部がサード、うん、ギッテンスファーストみたいな、うん、多分これローテーションだと思うんだよ、まあ、どこか確約はしてないけどそこにつくだろう、ね、まあ、みんなが DH を回しながら回るっていうところで、まあ、ノーサバイバルだね。そうしたら鈴木大地選手と森選手が出るところがなくなっちゃいますよね。 でもあのそいつらより打てば出れんだよ。逆に言うと大地が去年2割5分7厘ホームラン5本っていうところで物足りないからフランコとか取ってこられてるわけでしょ。あ、これが物足り出たらそんな補強されないわけよ。はい、だから要は物足りないから取られてるっていうことを自覚しなきゃいけないから、うん、ってなったらもう内野はショートのみだね。だからショートはまあ小深田がね、はい、まあ、ほぼほぼだと思うけども、うん、まあ茂木があぶれちゃうから、はい、茂木がショートをまた行きますみたいなね、うん、はい、だから小深田、茂木、山崎、はい、山崎剛選手もだけど、うん、もう明らかにもう小深田一強なのよ。まあ、去年あれだけ掴みましたからね。そう、茂木も、まあ、当たったらすごいけど、うん、2割2分3厘だからね、うん、でまあ、小深田のちょっとスローイングなあるからね、茂木、うん、まあ、もショートで守備どうなんやっていうところもあるけども、うん、まあ、サバイバルだけどほぼ格で小深田だね。まあ、そっか、当選確実だね小深田が、はい、だからぶっちゃけノーサバイバルだね内野は。え、こんだけ人いるって思ったけど意外とノーサバイバルなんですね。うん、だってもう、うん、だってフランコとギッテンスがいることによってその二人絶対出るじゃん試合に、まあ、最初はね。そうですね、うん、だからその途中からは知らないよ、うんうん、でも最初は多分絶対出ると思うんだよ。でそしたら阿部も絶対出るでしょ。出ますね。だって阿部より打つ右バッターって浅村しかいないんだから、はい、あの楽天に、うん、で阿部も絶対出る、で浅村も絶対出る、はい、ってなったらこの4人絶対出る、うん、でその4人が守らないポジションショートしかない、はい、でショートは小深田、うん、もうほぼ角だね、はい、うわー内野埋まりましたねそう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 、え、本当だ。でだからもう黒川とかノーポジだね。わー、まあまあ未来に向けてまだ若いんでね、うん、うん、でももう期待されてるうちに頑張んないと、うん、いい言われてていなくなるやついっぱいいるからで、はい、意外と浅村選手いると出てくるの難しいですけどねセカンド。多分浅村がパッ、じゃ黒川がパッとしないから阿部とか取られちゃうんだよ。まあ、だってクローカーが良かったら別にそこ浅村クローカーで良かったわけだから。そうですね、そうクローカーがパッとしないから、まあ、そうなっちゃうわけよ結局はね。選手もまたトレードで取ってこようってなるわけですよね。そう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 。で、まあ、キャッチャーは住谷、はい、安田、太田、うん、でもう全員でサバイバルとかもう全員で回すんちゃう。これ本当に分かんないですね。で多分誰も勝てないんちゃう。勝てない、だから誰も一本立ちしないんちゃう。だってもうあの住谷が一本立ちするってそんなないからね正直、はい、だからで大田がじゃあ隅田をどかしてまで一本立ちできるかっていうどこのバッティングじゃ厳しいでしょ、うん、で安田が、まあ、去年出だしね王っていうあのフルスイング見せたけど、はい、それに向けて一軍でどうなるかってまだ不透明だから、う
3人で回すんちゃう。堀内くん出てきてくれないかな。だからウチャは出れる。ウチャそうですね、打てんのかってガンガン打って、はあ、で外野は、はい、辰巳と島内は確定でしょ。もう確定ですね、うん、ってなってあと1個しか空いてないから、はい、だから辰巳がレフト行くかライト行くかによってね、あ、じゃあ、あの島内がね、選手がレフト行くかライト行くかによって変わるけども、うん、だからそのあと1個のポジションに、まあ、西川、はい、武藤、吉野、田中和樹、岡島、まあ、武藤、うん、渡辺、うん、小郷、いっぱいいるんですよ、和田蓮、うん、とかで勝負じゃない、はい、でもしくは阿部ちゃんが外野回るか茂木が外野みたいなね、うん、レフトをやってますからね、っていうところの、ね、うん、あれもあるけども、だからまあサバイバルは外野1個だけだね。でキャッチャーもね、サバイバルっていうかもう回すと思う、複数人で1人に決めずにという、決めずにっていうか決めれない、はい、まあ、決めるほど頑張ってくれたら、うん、あのもう確定できるっていうぐらいの格はいないから、サバイバルっちゃサバイバルだけど、まあ、誰が格になるかなっていう感じですよね、はい、だからもう外野1個だね。うわー、めっちゃサバイバルかと思ってたら空いてるの1ポジションですか。そうだね、うん、まあ他はほぼ格だもんね、はい、普通にやればじゃあ争うのは外野とキャッチャーか。うん、でもキャッチャーもそうだね、まあでもキャッチャー3人で回すって考えたらその3人1軍いるからね。そうですね、うんうん、だからまあその誰がレギュラーになれるかどうかだね、うん、試合出れないことはないと思うね、はい、他のポジションはサバイバルに負けたら試合出れないからね、うん、いや外野1個だね。はい、うわー、そうなんだ。で、まあ、ピッチャーで言えば、はい、まあ、決まってんのは、はい、先発で言うと岸、はい、則本、うん、マー君はもうほぼ格だね、うん、あと新外国人、うん、新外国人のバニュエロス、うん、バニュエロス、はい、エロスだって。そうなの、なんでそこに反応するんですか。バニュエロス、はい、はなんか先発やるからね、はい、だから4年確定だね、はい、だから2人空いてるね、うん、だからそこの2つに、まあ、ルーキーの庄司君とかもそうだけども、まあ、あと、まあ、早川がね、うん、あのクリーニング手術からどこまでかっていうところもあるけども、ね、キャンプ次第だけど駒子投手私はローテーション入れると思うんですよね。で、まあ、滝中もピリッとしないし、だからまあそこも勝負だね。滝中、唐島とかも、唐島投手、ね、うん、まあ、俺は西口先発した方がいいってずっと言ってんだけど、そうですね、まあ、それがどうなるのかっていうところもあるけども、はい、まあ、先発はもう決まってんの4人だね。はい、あとはだから2つはサバイバルだね、はい、誰が入ってくるか、うん、でリリーフは松井、うん、安楽、孫で、もし西口がリリーフだったら西口、うん、でまあ、去年の頑張りから考えるともう宮森と、そうですね、そこ入ってくるでしょうね、うん、で、まあ、西垣、うん、ぐらいが入ってきたら、うん、もうリリーフはほぼな1個あったとして1個ぐらい。小峰投手とか期待してるんだけどな。あとルーキーの林勇輝投手。だから先発にリリーフ1ぐらいじゃない。藤平投手も出てきてほしいな。だから先発が一番チャンスあんね。そうです、あと2枠、うんうん、でしかももう、岸もマー君もベテランクラスだから、はい、もうそこが一勝できるわけじゃないから、その次に入っていけるところも育てなきゃいけないって考えたら、うん、楽天は先発が一番チャンスあんね。確かに先発ほぼ30代ですね、うん、だってまあ防御率悪いからね、はい、先発の。そうでした、うん、それはやっぱりチャンスもね、はい、出てくるけども、うん、そこだね、うん、だまあ野手はもう外野1個のみだね、はい、あとはキャッチャーはまあ誰が頑張るかっていう、うん、でまあチーム全体で考えるともう先発が頑張れなきゃ終わりだからね、はい、まあ、正直岸も防御率 3.19 8勝10敗、はい、で則本10勝8敗 3.53でマー君 3.31 9勝12敗だから、うん、そのまあ、先発この3人でほぼ確でしょって言っててる3人で借金3だからね、去年、はい、だからそうなると弱いよね。だからやっぱここの3人がまだトップで引っ張っていかなきゃいけないっていうところはきついんだよね、編成上。そうですね、だからそれに次に来る選手たちがどこまで頑張れるかっていうところと、まあ、この3人でトータルで貯金やっぱ10から15作れないと多分きついと思うんだよね、うん、3人合わせて、はい、だからそれがまあ今年に向けてのやっぱ勝負だね、うん、最後どこまで鞭打って頑張れるかっていう。そうですね、だからまあ投手陣がどこまで出てくるかだね。いや、それがやっぱりキャンプの中の見方と、うん、あとは、まあ、野手はほぼほぼまあそこそこ頑張れるんちゃうかっていうところはあるけども、うん、まあでもさっきのやつ見ててもこのフランコ・ギッテンスが潰れたら終わりだからね。
はい、だからまあここ最近ね外国人全く機能しないからね、はい、だからそこが機能できるかどうかも打線の点を取れる格が決まるかどうかが大事になってくるから、まあ、ギッテンスフランコにはかかってくるよね。ギッテンス選手ちょっとまたあの開幕で怪我は怖いんで、いや今年怪我するのはフランコで、え、何ですか。だってカスティーヨ、ギッテンス新しいのだから だからフランちょっとあのカスティーヨ、ギッテンスという名のフランコでしょいややめてくださいよ。違うの、めっちゃ期待してる選手なんですから、フランコ、マイケル・フランコ選手。でもギッテンスもカスティーヨも期待してたやろ。めっちゃ期待してました。だから一緒だよ外国人選手開幕出ないでいただいた方がいいかもしれないです。いやいや初出場でやるから。そうそうそう、あ、そうか、初出場だから1打席目ですよね。そう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 、いやー怖いな。だから1打席目振らんかったらいっちゃう。あ、確かにもう見逃しで1打席目はだからまあここが、はい、まあ、かかってくるかな結局はね、うん、あと阿部がどこまで機能するかもかなり重要だと思う。そうですね、阿部が機能したらまた打線のつながりもできるし、うん、いい形 のオーダーも組めると思うから、ハマったらめっちゃいい打線だと思うんですよね、うん、でもそのためにもやっぱりフランコ・ギッテンスがパッとしなかったら、パッとしないのに使わなきゃいけないってなってくると、うん、なかなかね厳しくなるから、まあ、ここと、はい、あとはまあピッチャーの、うん、ピッチャーがどこまでアピールできるかだね。ピッチャー外国人投手いないからね、孫以外で。バニュエロス、あ、そうそうそう、そのバニュエロスもハマるのかな。だからもうそこがハマったら爆発力あるで。バニュエロス投手は去年はメジャーでリリーフしかしてないらしいんですよ、うんうん、なのでまあでも結局はあるか、岸則本マー君だね、うん、この3人で貯金を10から15作れるかどうかが勝負だから、まあ、開幕からね、はい、どこまでバシッとね、うん、いけるかどうかだね、はい、あとはもう松井裕樹がね後ろ万全にいればね、うん、そこをうまくあのつなげる役割の選手はいるからね、はい、そこだねポイントはね。若い先発ピッチャー出てきてほしいです。うん、そのだからヒットもう新人になるからね、うん、まあ、そこ新人って言われてる時点でもう既存の選手たちは恥ずかしいと思った方がいいね、はい、早川投手とか滝中投手とか。早川もね手が手術明けでどこまでいけるかがね分かんないですからね、うん、ここら辺でパーンといかないとね、はい、っていうところもどんどん出てくるし、あとは俺は本当に西口先発おすすめですけど、はい、皆さんどうでしょうか。今日巨人だから、はい、サバイバルポジション、今から巨人の話するんですか。するよ、はい、あの巨人ね、サバイバルポジションね、はい、野手ね、うん、ないわ。ない、ノーサバイバーや。もう固定ですか。 B クラスなのにノーサバイバーや。へー、だってキャッチャーは多分大城なのよ、はい、メインはね、うん、でそっからもちろん小林とかが出ると思うし、他もね出ると思うけど、はい、もうメインは多分小林なのね、うん、でファーストはもう中田でしょ。そうです、ね、また3年契約の複数年したから、うん、去年ガッチリ使ってた、ね、まあ、最初は中田が焦げたらサバイバーになるかもしれないけど、まあ、基本的には多分普通にいけば中田じゃんね、はい、でセカンドも吉川でしょ。そうですね、でサード岡本でしょ、うん、でショート坂本でしょ、はい、で外野はもう丸でしょ、はい、でポランコといなくなったけど、うん、ウォーカーと、はい、あとあの外国人のブリンソン、新外国人、うん、ブリンソンが、だからウォーカー、ブリンソン、丸で外野なの。おー、だからもうノーサバイバルです。あ、埋まりましたね。そうだから、まあ、浅野くんはねドラフト1位だけども、うん、高校生だから、まあ、そんなすぐっていうわけでもないし、未来ですね、だから慶応から萩尾くんとか取ってるけども、はい、まあ、競い合えないよね。うん、でまあマッチ中地ね、あと長野、うん、ここら辺がまあ大打陣でいるけども、はい、まあ、確かにそう思うともうレギュラー固定ですね。だからまあやっぱりジャイアンツのね、うん、一番危ういところはね、はい、レギュラーと控えの差が激しすぎる。でその中で、まあ、このね外国人のブリンソンがどこまで頑張れるかにもよるけどもね、あと怪我なくね、はい、他の選手が戦えるかっていうところの攻撃陣はあるけども、うん、ノーサバイバーだね、うん、まあ、そう言われたらもう内野も外野もがっちりですね。そうそう、だから他の選手はもうあの1軍のバックアップメンバーをかけてのサバイバルだね、はい、あ、そうだ、2番手争いってことですね。そう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 、だから北村とかね、増田とか秋広選手とかも出てきてほしいですし、あの増田、うん、ね、で萩尾、小越選手とか岸田、広岡とかね、中山とか重信、うん、はい、とかもうみんな松原ね、うんうん、もう全員、はい、あのベンチ枠を争うサバイバルで、レギュラーのサバイバルポジションありません。はい、うわー、そんなチームが、うん、で B クラスだからね、やっぱ怪我なく、やっぱ怪我なく坂本が戦えるかっていうところがね一番の大きいですね。でこのピッチャーね、はい、でも課題ピッチャーだから、
ジャイアンツは、はい、だから先発の確定は菅野、はい、戸郷、うん、このビューティーとビーディーとメンデスが先発候補らしいんだよ、うん、新外国人で、ね、だからほぼ確は4人だね。この4人がほぼ確定で、はい、だからあと2人はサバイバルだね、うん、だから山崎伊織、はい、で赤星で堀田、うん、であと直江、井上投手、そうですね、とかがまあまあサバイバルだね、はい、だまあ2枠をかけて先発だね、うん、でもやっぱここが揃ってこないと、あとやっぱこのグリフィン、PD、BD です、ね、BD PD じゃないの、もう P、もう PD にしようや。なんでですか、俺も PD って言いそうやわ解説で。なんか PD の方がなんか良くない？ BT BT な BD です、 PD BT で俺も申し訳ないけども、はい、今年1年、はい、数回間違えると思うもうPD って今から BD ですね。BD ね、はい、だからグリフィン、BD、メンデス、はい、だからこの3人の中の2人の活躍が必須だね、うん、そうですね。でまあ外国人がね野手2人入るからピッチャー3人になってきて、はい、でこのロペスがリリーフらしいから、うん、であと5人でいうとあと2人しか入れないから、はい、この外国人の、まあ、去年のね、うん、あの面倒さじゃないわ、シューメーカーとか、あーシューメーカー、あとはアンダーソン、うん、でもやっぱパッとしなかったじゃん、うん、やっぱ投手陣がね、外国人も多めだから、ここがやっぱキーポイントだね、うん、だからこの、まあ、菅野、戸郷、あとの4人、はい、外国人2人入るけどこの4人の頑張りが、うん、多分ジャイアンツを押し上げれるかどうかの勝負になってくる、はい、だからもう投手力だね、うん、でリリーフは、まあ、大勢が守護神確定だね、はい、でまあ今村、うん、まあ、鍵谷、はい、高梨投手、高梨、まあ、桑原、うん、まあ、登板数で言えばね、でまあ、平内が育成落ちてるからね、まあ、帰ってきたら平内、まあ、普通に入るだろうとは思うけども、リリーフでも3ぐらいあるね。ピッチャーほぼほぼ空いてるよ、枠ありますね、超チャンスタイム、うん、ピッチャーはだ、そこがだ、まあ、そこがジャイアンツの一番の課題ここだからね、うん、でその揃わないっていうところもあるし、でルーキーで外野取ってるっていうところもあるから、はい、でまあ、そこはねピッチャーを外国人で補うっていうところで多分外野に行ってると思うんだよ、うん、だその思惑がハマるかどうかで多分順位も決まるから、だからその投手陣、はい、ブルペンも含めた投手陣の出来次第で、うん、ほぼほぼサバイバル、はい、ピッチャー陣はほぼ空いてる、うん、だそこにね一軍のピースどこに入っていけるかどうかがね、うん、超チャンスタイムだね、ジャイアンツのピッチャーは本当ですね、ちょっと頑張ったら、うん、ちょっと頑張ったらすぐ一軍の試合出れる、うん、そういった意味ではキャンプはね見どころ頑張りどころがそこになるかなと。そうですね、うん、でも本当去年出てきた山崎投手とか赤星投手とか堀田投手とかその辺がこうグーって伸びてくるとじゃないですか、ね、そうそうそう、まあ、アドバンテージとしてはね、うん、かなり高い位置のアドバンテージはあるけども、まあ、ほぼ確じゃないからね、はい、まだ競争の中に入ってるから、うん、まあ、そこでどこまで頑張れるかっていうところだけど、野手はもうノーサバイバルだね。いや本当ないですね、まあ、怪我なくね坂本がいければね、うん、いい形の結果になると思うけど、まあ、あとはね、はい、だからまあ外国人次第はあるね、ジャイアンツも ね、そこが不発だったらまた B クラスの危険性は十分にあると思いますけども、はい、まあ、キャンプはねそこら辺を中心に見ていきたいと思います、はい、さあサバイバルポジションキャンプの見方ということでね、はい、今日は日本ハム編です、はいはい、まあ、最下位ね、うん、昨年になって、まあ、今年はね優勝以外2位も6位も一緒やっていうね、うん、形で、しかも去年はね全員自分で使うって言ってて、うん、今年は固定で戦うって言ってね、はい、真逆の方針で戦う流れのね、うん、でも固定で戦うにはポジション勝ち得なきゃいけないから ね、 そ、 うですね、その中で、まあ、日本ハムのサバイバルポジションで言えばよ、はい、うん、多分もうキャッチャーは伏見と宇佐美なのよ。そうですね、多分この2人の併用だと思う、うん、だからサバイバルも何も多分併用だと思うのよ。清水選手は入ってこないですかね。うん、入ってこない、うん、ですか、はい、里崎翔にすごく近かった時があったのに、うん、そうだね、近くで遠い里崎翔だからね、うん、そうですね、近づけてもで、うん、ファーストえだから決まってんのはもうショートの上川畑、はい、もうほぼ確、うん、でサードの野村、うん、これもほぼ確、はい、まあ、野村がファースト説もあるけどね、うん、で外野の松本はもうほぼ確、はい、もう確定ですね。でもまあ本当の確定は上川畑と松本、うん、だけじゃん。まあでも野村は使うと思うけどね、うん、使いそうですよね。清宮選手も使いそうだろうなという気はするんですけどね。でもまだ勝てるチャンスあるからね周りが、うん、
やっぱあの頑張っても勝てるチャンスがないやつがほぼ格だから、うん、あと加藤豪介選手も使いそうじゃないですか、まあ、セカンドでね、うん、でもアルカンタラとかもいるからね、あ競争ないかって言われるとそういうわけじゃないからね、うん、あとマルティネスね、はい、ほぼ外野じゃん、中日から来た、まあ、ファーストっていうのもありえるけどね、うん、だから松本と上川畑以外全員サバイバルじゃん、うん、ぶっちゃけ、まあ、チャンスはありそうですね、うん、うん、まあ、ヤチとかもね、うん、去年頑張ったけどね、うん、もう内野は本当野村、加藤でしょ、うん、はい、で中島、清宮、ヤチ、うん、うん、石井とかもう勝負じゃん、サバイバルじゃん、そうですね、内野その辺ですね、うん、で外野はまあね、あの近藤いなくなっちゃったから、うん、まあ、松本はもう確定で、うん、であとは浅間、うん、とか、まあ、木村、うん、磯畑、はい、今川選手とか万波選手ですね、うん、サバイバルほぼサバだね、ほぼサバ、もう俺の予想はキャッチャーはもう宇佐美と伏見で確定、うん、で上川畑のショート、うん、であの外野の、松本とで、まあ、野村が、まあ、サードでもファーストでもみたいな、うん、が確定ちゃうかって思う、はい、でまあ DH も含めてあるからね、清宮、はい、まあ使いたいだろうけども、うん、まあ、まだここはまだ競争の位置だと思うんだよね、はい、まあそりゃそうだよね、去年もバチッと固まったわけじゃないしね、うん、でも固めていくって考えたら、まあ、だから既存の選手たちがめちゃくちゃね、はい、頑張らなきゃいけないっていうところはあるけども、だから、まあ、アリエル・マルティーズも使うかな、レフトでな、レフトかファーストだよね、多分使うってなると、伏見選手いるから、ね、キャッチャーはそりゃしないよ、いるからね、うん、だからアリエル・マルティーズもまあ使うと思うけどね、はい、だからそこら辺だね、アルカンタラがもうちょっと頑張ってくれたらな、うん、プロスピードを歩かんだらめっちゃ打ちやすいよな。そうなんですか、うん、でピッチャー、うん、はい、まあ、先発でいうと加藤、うん、上沢、はい、伊藤が先発なのかやんのかな、守護神どうなんですか、ね、やんないよな、まあ、先発の方がいいよね、本人も先発やりたいって言ってんだからさ、加藤、上沢、伊藤、はい、でポンセ、あーポンセガンとかね、うん、投げれればガンとか先発になってくるけども、はい、あとはまあ根本とか北浦とか鈴木、うん、勝負だね。でもまあほぼほぼ決まってるのはもう加藤、上沢、伊藤、ポンセ、うんうん、この4人はもうほぼ確だね、はい、だからあと2人だね、根本もほぼ確なの、ほぼ確に入れちゃう、ほぼいいじゃないですか、去年頑張ったし、いやーそうでしょ、まだほぼ確じゃないでしょ、そうですか、うん、だからその後の2人のところにだって多分ガンとか普通に投げれたら確定だから、うん、先発は高い金払ってるからね、はい、最初はね、うん、最初で言うとあとどうなるか分かんないけど、でそしたらあと一つだからね、はい、でもあれだね、ハムも外国人多いからこの外国人登録問題難しいね、確かに意外といますね、だって野手はマルティネス、アルカンタラで2、だからピッチャーで3か、うん、1,2,3 だからロドリス、はい、ロドリス、ガンとポンセなのか、あとメネズもいますね、だから多分ロドリゲスとポンセは絶対入るのよ、うん、だからガンとかメネズかどっちかだね、はい、でももし、まあ、そこがガンとか入ってきたらあと1人になるからね、うん、ピッチャーでそこに上原、立野、鈴木、うん、池田、川野投手はどうなりますかね、いやもうリリーフした方がいい、うん、とりあえずずっと言ってますもんね、うん、で根本、うん、が勝負だね、はい、でリリーフはまあ、ほぼ確定してるのが、まあ、多分吉田行くやろな、うん、宮西、うん、井口、はい、ロドリゲス、北山、まあまあリリーフも2個ぐらい空いてんな、うんうん、しかも後ろがまだピリッとしてないからね、うん、堀、宮西の左もねまたどうなっていくのかだから後ろもまだ確定してないからね、うん、ピッチャー後ろの方がやっぱチャンスだ、でもそこをねハムはやっぱりしっかりまとめていかないといけないっていうところもあるしね、うん、まあ、あと玉井か堀投手、吉田恒成ね、あと田中正義投手も、うん、まあ後ろだね、うん、でもまあ田中正義はそもそも1年間投げれるかどうかがね、うん、まだ未知数だからね、はい、そこがどうなるのかっていうところはあるけども、まあ、ハムに来てよかったよね、チャンスあるからね、そうですね、であとドラフト1位の矢沢君がね、まあ、どういう風な存在になるのかっていうところもあるし、はい、富士大の金村ね、うん、
富士大だよな、はい、の前評判いいから、そういったところでもどういう風に入ってくるのか、うん、あとはもう西村ね頑張れっていうことだけは言ってやりたいけども、はい、でもまあ全部チャンスあるね、まあ、そういうチームだもんね、そこを去年試してっていうチームでしたからね、うん、だからそういったところではまあほぼみんなにチャンスあるから、でも今年は固定で戦うって言ってるからのんきにしてたら使われない可能性もあるからね、うん、でも固定で戦うっていうことはその固定した選手が頑張って結果を残していかないと順位が上がっていかないからね、うん、そういったところのはあるけども、まあまあやっぱビッグチャンスだね、はい、ハムはね誰にでもチャンスがあるという、うん、そうそうそう、でそこを掴んでいけばね、まあ、新しい球場にもなってくるしね、はい、まあ、そういったところでは楽しみも多いっていうところではね、まあ、矢沢君が二刀流するのかどうかね、うん、途中から打席に入りながらとかね、はい、あと大谷ルール OK だからね、はい、矢沢君が今のパリーグの中だったら矢沢君が一番大谷ルール適用チャンスあるよね、うん、そういった意味では、まあ、存在的にも面白いし、どういう風になっていくかは、まあ、楽しみだね、はい、あとは立つね、そろそろ出てきてくるとね、うん、面白い存在になってくるしね、もう3年目になりますか今年で、そう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 、 そうか、うん、そういった面では、ね、うん、どういう存在になっていくかっていうのは楽しみだね、うん、2年目か、うん、ということで、まあ、今年のね、まあ、今年のハムの動向はね、うん、去年と全く違うことやるのか、はい、去年を継承していくのか分かんないけども、うん、まあ、まだ見どころ満載だからね、いやとにかくまだまだワクワクしますよ、そうそうそう、うん、うん、あとはそれをね結果に結びつけられるのかどうかね、はい、選手たちの頑張りしたいですね、そうです、はい、さあキャンプ目前サバイバルポジションはどこだっていうところでね、はい、今回は約半分ですね今日でね、うん、はい、広島カープ、新監督新井貴浩になって逆襲のカープになるかっていうところでね、うん、まあキャンプね、まあ多分秋のキャンプでも言ってたもん、坂道ダッシュしてたの、うん、もうきついの、まあ、参考までにね、うん、ちなみに俺はこれを毎日50本やってたって言ってた、言ってたんですね、新井ちゃんはめっちゃ練習するから、はい、だから選手たちも多いとか言えないと思う、うん、新井ちゃんがめっちゃやってたから、ちなみに俺はこんだけやってたけどねって言われて終わりだからじゃあやんなきゃってなりますね、そうそうそう、だからそんだけできついんだ、俺はちなみにこんだけやってたけどね参考までにみたいな、うん、その量が半端ないからね新井ちゃんの場合はね、そこはなんか優しいハードスケジュールになるから、ね、気持ちは優しいけどやることハードみたいなね、はい、でその中で、はい、野手ね、うん、サバイバルポジションないね、ないノーサバイバルだね、新人監督になるのにノーサバイバル、うん、これがね結局監督変わってもポジション決まってたらやること変わんないから、うん、どう底上げできるかどうかが難しいところなの、うん、だってキャッチャーは坂倉って、はい、行くでしょ、うん、でファーストはマクブルームでしょ、はい、でセカンド菊池でしょ、うん、でサードは新外国人のデビッドソンでしょ、おでショートは小園でしょ、はい、で外野は西川、うん、野間、秋山、はい、もう、うん、終わりです、あ確かに、だからもう怪我しなかったらノーサバイバー、はい、どこも全部一緒、だからそのバックアップも上本が上本ね、うん、で堂林、うん、中村翔成、相澤、うん、で、まあ、うぐさ磯村、うん、いますね、で中村健人、末金、うん、ね、で松山、大森、うん、ね、矢野選手、初期、うん、まあ、ここら辺がベンチ、まあ、2番手を含めて競争だね、はい、でももう野手はノーサバイバルだね、私なんかいい選手多いですね、そうなの、だから俺は言ってんじゃん、うん、3位って、はい、あ、そうですね、まあ、浜さんは最下位だけどねいい選手多いじゃんって言いながら最下位予想だけど、確かに今こうやってこうじっくり見てみると、あ、なんかいい選手多いなと思いますね、じっくり見て順位予想してじっくり見て、だっていきなりあの時、じゃあ今から順位予想するからって言うからっていう言い訳です、はい、じゃあ変える、あ、それはじゃあどこが最下位、それは開幕前にやるんです、それは開幕前、あ、中日ですか、いや、わかんない、それはわかんないです巨人ですか、うん、どうかなどうかな、いや、開幕前注目だね、俺はもうちなみにいい選手いるやろ、だから俺ちなみに3位に予想してるんだけども、そうですよね、台風の目で行きましたもんね、そうそう、はまればね、うんうん、でしかもまあほぼほぼ固定メンツでから、はい、まあ、怪我しない、まあ、西川去年怪我したからね、うん、怪我しないっていうところと、やっぱ新外国人のサードをね守るかもしれないこのデビッドソン、はい、こいつがどこまで爆発力あるかにもよるけどね、うん、ここが不発だとまたサードに上本とか、はい、まあ、林とか、うん、っていうところがね入ってこなきゃいけなくなるから、はい、若干ここはね頑張り次第ではバッティング能力が落ちるかもしれないけどね、うん、まあ、ここどうなっていくかっていうね、うん、ところはあるけども、攻撃陣はもうそうですね、うん、ノーサバイバルよ、はい、でピッチャーはね先発、うん、はい、まあ、ほぼ確は栗、うん、大瀬良、はい、森下、そこはもう三本柱ですね、で床田、はい、多分この4人はもうほぼ確なんだよ、うん、
うん、であとはまあアンダーソン、はい、外国人は多分まあ最初はね、うん、入ってくるんじゃないのかなと、はい、思うけども、だから5人、はい、だから枠1つ、うん、枠1つの中でだから森ね、はい、去年新人で初勝利を挙げた森、うん、でまあ野村、はい、あとはまあ玉村とかね、遠藤、ね、だからまあヒットは遠藤だね、去年の成績見てたらね、そうですね、だからもう先発もね、うん、ほぼ確なる感じがね、はい、でリリーフ、うん、まあ、守護神がね、うん、栗林ね、はい、でその前に矢崎ね、うん、で島内、はい、で松本、うん、でターリー・コルニエルっていうところが入ってくる、うん、で堀江、はい、でケムナ、うん、森浦、はい、まあ、ほぼ確なのよ、うん、だからもうほぼ投打含めて、うん、ほぼノーサバイバー。でもあれですよ、ルーキー即戦力と言われる社会人から取ってきてますよ結構。そう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 、だからまあそこら辺がね、うん、若干ね、不安要素もあるわけよ、はい、島内とかね、うん、遠藤っていうところもあるし、はい、まあターリー・コルニエルもまあね、両方が一軍に入ってくるのかどうか、うん、まあコルニエルはどうなのかっていうね、ターリーは入ってくるにしてもね、はい、うんうん、あとはまあ、ケムナとかね、はい、とかもそうだけど、もう絶対的安心感で去年あったのはもう矢崎、栗林って言ったところだから、はい、まあ、他もね頑張ったとは思うけど、だからそこにねこうどこ入ってこれるかっていうチャンスはあるよね、はい、でもまあまあそこが押し上げなくても、うん、だから押し上げなかったら困るなっていうチームもあるじゃん、はい、巨人とかみたいにもう頼らないとみたいな、もう誰もいないから誰かハマっていかないとってあるけども、うん、カープは投打見ても、はい、ま、万が一新戦力がはまらなかったとしても、うん、大きくチーム力をそがれることはそんなないのよ。いや、なんか人安定してるな、うん、で左で言うとジャイアンツからね、はい、現役ドラフトで来たトネ、はい、これがまあどこまでうまくね入っていくかっていうところもあるけど、うん、左はね森浦で、カニエ、違う、はい、堀江、堀江カニエじゃねえよ、間違え、2年くらい前に間違えた、カニエ慶三じゃないんだからお前読みたくなりますよね、カニってね、堀江、すいませんね、堀江です、はい、堀江、ね、ここがいるからね、まあ、そこにトネがどこまで入っていけるかっていうのもあるけども、はい、まあ、新人のね、うん、まあ、あの川野、うん、そして増田、はい、っていうでところがね、どう入っていくのかっていうところと、左の、はい、長谷部ね、うん、こうリリーフね、長谷部銀次投手、うん、もう、うん、でまあ、高校生の斉藤ね、はい、これはまあ未来的にっていう感じだけども、うんうん、だから結構固まってきてんのよ。いや、人がいますね。そうなのよ、うん、だからこうで、その中で必ずやらなきゃいけないことは、はい、うん、絶対やらなきゃいけないことでミスしちゃ負けんのよ、はい、でその一番の去年の要因は、うん、やっぱり栗、大瀬良、森下で大幅な貯金を作れなかったこと、うん、この3人で借金だからね。そうですね、栗投手が6勝9敗、うん、で、大瀬良投手が借金1、うん、で森下投手が貯金2なんですね。この3人借金なんて考えられないじゃん。本当ですね、うん、だからこの3人で貯金10から15だね、うん、はい、これを達成できれば、うん、A クラスは確実なのよ、うん、はい、でしかも去年もね交流戦5割だったら A クラスだったわけ、うん、西武との戦いではね、はい、だからそう考えてもノーサバイバーではあるけども、うん、ここで仮によノーサバイバーなんだけど、下からの押し上げもこの決まってない選手でいい選手がいっぱいいるのよ、はい、正直ね、うん、他のチームに比べたら決まってないけどいい選手がいっぱいいるから、うん、あ、決まってるのにその次に行く、だから層がちょっと厚めなんだよね、はい、だそういった意味ではそこがもっと押し上げていったら、うん、かなりの層が厚くなって、うん、疲れてるから簡単に休ませようとか、はい、怪我した時にバックアップ行くって選手たちの層が厚くなるから、うん、チームとして1年間戦いやすいから、はい、そう考えても、うん、強いのよ。なんかもうこれで負けたら、はい、新井ちゃんのせいだよ再編のせいってことですかいやでも確かに今こうやってメンツをガーッと見てみたら、うん、最下位じゃない気がしてきました。そうなのよ、だから、うん、そこがね、だからその代わり既存のね、うん、こう決まってる選手、サバイバルがないだけに、はい、決まってる選手たちが絶対的な、うん、必ず課された結果を残さなきゃいけないっていうノルマはあるんだけども、はい、力あるから、はい、これ勝っていけば、うん、あんのよ。そうですね、うん、ありますね。まあ、あら、さあ、ちょっと開幕前注目ですね。そうですね、ちょっとどこ落とすのか。どうしようかな悩むな。いや、このいいですね、なんか戦力分析になって。そうそう、でも、まあ、あとはね、キャンプの中でどうなるかっていうところだけど、はい、まあ、一番の注目は、やっぱりこのね、外国人選手の、はい、このデビッドソン、うん、と、
あとはそのルーキーのね、さっき言った長谷部、増田、河野、この選手が注目どころだから、そこら辺はちょっとキャンプでね、はい、しっかり見ていきたいなっていうところあるけども、あと秋山はね、はい、去年は途中からだったけど、まあ、今年は万全を期して1年間行くから、そうですね、去年の活躍っていうね、さらにもっとね、いい数字残してくれることがね、はい、多分期待できるから、そこがハマっていけばね、はい、わちょっとなんか上がり目がめっちゃ見えてきました、うん、そう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 、まあ、農さんで新井ちゃんのね、はい、練習で多分めっちゃしごいていくと思うんでね、はい、力を上げればキャンプも面白いことになるんでね、そういったところの練習、あとは新戦力の状況をね、うん、キャンプは見ていきたいなっていうところと、まあ、ほぼノーサバイバーだね、はい、まあ、投手が1個2個空いてるかなっていうね感じだけども、はい、どこまで底上げできるかが勝負ですね、はい、さあ今日はサバイバルポジション西武ということで、はい、まあね、西武は今年台風の目ちゃうかっていうさぞやか言ってるんでね、はい、でよくよく調べたらほぼサバイバルっていうね、おお、ポジション今までのやってきた球団ほぼほぼサバイバルなかったですけど、そうですね、うん、どんどん森もいなくなってね、そうですね、うん、で正直そんな固まってないしね、うん、西武はで去年も怪我も多かったし、うん、普通に考えるとこれは松井監督も言ってたけど、うん、山川、外崎、源田はもう固定って言ってたの、はい、だからそこはもうノーサバイバルだね、うん、そしたらサード、はい、サバイバル、そうです。その3人以外サバイバルってことは、そう、でもキャッチャーは柘植ともう古賀なんだよ、はい、だからまあもう楽天状態でね、ああの、うん、レギュラーが固定できず回しますみたいな、2人でになっていきますっていう感じですか、うん、そうだね、基本的には、うん、でもあの中隈選手とかも1軍のキャンプには入ってましたね、それはそうよ、あの1軍のキャンプいっぱい連れていくから、一軍のキャンプは一軍じゃない、そうその2人プラスちょっとこう、まあ、誰かが来るからね、うん、でさあだってもう源田との先山川はもうそれはもうノーサバイバルだからね、そりゃそうでしょうね、うん、でサードがね、はい、サバイバルと見せかけて、うん、マキノンがいるから新外国人、うん、マキノンが、まあ、サードファースト守れるらしいじゃん、はい、でもファーストは山川いるからね、はい、だからひょっとしたら DH になるかも分かんないけども、うん、マキノンがね、はい、ちょっとマキノンって今言いたくなってます、いやいや言うでしょ普通のもうマキノン言いやすいなと思って、そうですね言いやすくないマキノン、マキノンなんかあれみたいですね、薬であざーそれマキノンねだからマキノンは DH かサード、だからもしマキノンが DH だった場合は、うん、サードがだからまあウネンティン、はい、で渡辺くんでおかわり、うん、ヨーカワとかもうサード守るから守ろうと思ったら、うんうん、でも普通に考えたらマキノンサードでおかわりくん DH だよな、うん、これが硬いよね普通に考えたらね、うんうん、で外野がペイトン、はい、新外国人、うん、でまあ去年終盤金子が良かったからね、うん、でももう外野なんてもうほぼほぼサバイバルだよ、誰もいないっていう言い方もあれだけど、まあ、アイトとかもね、うん、2割4分3厘ホームラン9本じゃちょっと外野だし寂しいしね、うん、川越も2割5分9厘ホームラン2本14打点寂しいしね、鈴木翔平2割5分ホームラン1本盗塁1っていうところがね、うん、生かしきれてないよね、あとあの高木渡選手が去年ファームではホームラン王ですね、あのファームと一軍はあの地球と宇宙ぐらい違うからね、あの知ってた、ファームでタイトル取るやつってダメなんだよ、はい、あずっとそこにいるから、そうだよ、取るぐらい取ってんのにずっといるんでしょ、それって本当やばいんだよ、一番やばいのは二軍でタイトル取るやつだよ、そうなんです、でも取らないよりは良くないですか、あでもずっといるってことか、そっか、そう取らないよりだって取る前に普通一軍上がるやろっていう、はい、そっか、だから2軍で首位打者とか一番ダメなんだよ、まだホームランとかだったら、うん、いや4月に15本打って、うん、ホームランを15本でホームランを取ったわみたいなんだったらありえるけど、はい、首位打者って規定打席到達しなきゃいけないから、確かに、うん、あの2軍の首位打者が一番使えないんだよ、うん、まあ、打たないより打った方がいいよ、はい、打たないより打った方がいいけど打ってんのに1軍にいないんでしょ、うん、大問題だよね、そうですね、うん、だからあの2軍のタイトルホルダーって何かに欠点あるよね、逆にそういう見方したことなかった、だってそんなやつが一軍に来ないっておかしいやん、そうですね、まあでも一軍に枠がないから、
日枠あるでしょ。ありますね。外野ガラガラありますね。いやそれはもういや、まあ、どんなに頑張っても1軍も無理だからな。ショート現代いるし、1軍来てはベンチでいるんだったらまだ若いし、2軍で試合に出てた方がいいよな、タイトルホルダーだったら俺はいいと思うよ、はい、でもロッテでいうと平沢首位打者みたいな、うん、1軍のショートも誰もいないのに2軍で首位打者取ってる場合ちゃうやろみたいな、うん、だからなんとも言えない。あと栗山が DH の可能性もあるね。そうですね。だからでもだから牧野サードでおかわりと栗山で DH 候補もあるし、うん、ベテラン2人ででもなんかペイトン、まあ、外野どこでも守れるけどペイトンライトの栗山レフトもあるね、うん、でセンター金子みたいな、うんうんうん、でもまあ栗山もおかわりももうベテランだからね、うん、そこがずっと出てるようじゃダメだよね、うん、だからまあ外野は全サバだね。全サバ。そうですね。松井監督も外野のレギュラーさん枠はもう完全に白紙って明言している。いや完全に白紙じゃない、ペイトンは絶対使う。そっか新外国人に取ってきて野手2人しか外国人いないのにペイトン最初補欠じゃあなんで取ってきたんやみたいなね話になるから ね、まあ、ねペイトンは出てるよ、ね、あと本当ね、うん、昼間なのかどうなのか金子なのかね、うん、鈴木なのか若林なのか、うん、ね、はい、あの陽川、うん、愛と、ね、いるからまあそこの中の誰かだね、うん、はい、でもまあまあまあだここが埋まってくれば強いけどね、外野がね、うん、きっちりね。あとはまあ山川がねまたね、うん、タイトル取って活躍できればね面白いし、うん、はい、だからまあ外野2のサードだから外国人マキノンの DH かサード次第だね、うん、でももう内野はほぼノーサバイバーの可能性あるね、うん、で次先発、はい、高橋コーナーでしょ、うん、平良でしょ、うん、はもう確定でしょ、はい、与座でしょ、うん、で、あれ、今井でしょ、はい、エンス、うん、隅田投手。いやいや、そうだ、1勝10敗で確定ないよ。でも、あんだけ使い続けたから、いや、だから、つかみなさいよっていう。で、松本アトルもいるからね。ああ、そうだ、めっちゃいますね。だから、先発ノーサバイバーだね。あ、もう、決定だね、これで。高橋、今井、与座で、松本で、エンス、平投手、うん、平、うん、もう、ああ、ほんとだ、もう6枚、うん、確定だね。もうだからノーサバだね、先発は、うん、怪我だければこの6人だね、はい、普通に。もうあと平が何戦目に投げるかだけだね、うん、だってあんなになって先発やらしてんのにちょっとダメだったからもう無理って逆に言えんやろ、うん、半年ぐらい我慢しないと、うん、すぐ1ヶ月ぐらいで無理やろリリーフ打ちたら多分ふてってやってくれへんで、ね、半年ぐらいは多分やらせなきゃいけないんだよ、うん、しかもそれであの WBC も辞退してんのよ、うん、いきなりオープン戦だけで先発失格でリリーフって言われてもちょっとややこしくなるような。だからもう そんなことになったら平が FA 取ったら一瞬でいなくなって本当交渉の余地なくソンっていなくなる、うん、でも普通にね10勝とかするかもしれないですからね。もちろんもちろんもちろん、うん、だからそうなってくるともうノーサバだ、うん、そうですね、先発は ね、 ね、で、リリーフがまあまあ増田でしょ、はい、宮川でしょ、うん、佐々木、森脇、ティノコ、ティノコ今ティノコって言いました。いやティノコだから言いたいだけやろティノコ、ティノコあんのドラマ言ってティノコないよ、ティノコなんて、ティノコのセリフ言って、ティノコのセリフあるでしょ。あのすいません、ティノコのセリフはないですね。ないない、はい、で、水上でしょ、はい、水上、本田、うん、で、森脇、佐々木、ティノコ、うん、宮川、松田、うん、ピッチャー、ノーサバイバーだね、全埋まりだね、もうほぼもう、で、その後に控えてるの、平井とかも、うん、あのまあ、先発ね、うん、だったからね、で、某高橋、うん、いや、もう、ピッチャー入るとこないね、誰も。でも、里出しチャンネル見てる青山投手とか、入ってほしいですよ。いや、それはあなたが頑張れば入れるちょすごい毎回見てくれてるのにちょっと冷たくないですか。いやいや、それはまだあの厳しいから俺は。あ、そうですか、うん、そんなもんあの叱咤激励だから、はい、叱咤激励がパワハラになるって知ってたいや、ほんと最近は。いや、そのなんかあの、うん、今高校野球とかアマチュア野球で、うん、そういうパワハラとか暴力とかの、うん、その
連絡するとこあるらしいんだよね、はい、でそこがもうなんか件数倍増してるらしいんだけど、うん、でも昔に比べると暴力とかは減ってきてるらしいんだよ、うん、はい、でも暴言と無視とかの、うん、あのパワハラモラハラが連絡多いんだけど、うん、はい、いやこれ難しいよなって言って、うん、叱咤激励暴言の可能性あるんだよ、まあ、言い方によってはそう聞こえちゃうものも叱咤激励ってほぼほぼ暴言じゃないそう、うん、な、叱咤激励でパワハラじゃない叱咤激励ってあんのかな、パワハラっぽくない、なんかお前そんなことやってるとお前一生プロなんて無理だぞお前頑張んないと、うん、で叱咤激励っぽいじゃん、はい、でも、まあ、その人のためを思って言ってるんだなっていうのありますよね、でも聞こえようによっては、うん、なんか暴言かかりましたみたいな、何やってんだみたいな、うん、言い方によってはそうですね、うん、だから叱咤激励ってパワハラモラハラになんちゃうか、あと無視とか、無視きついよその言われる方も、はい、そんな1チーム50人ぐらいで1週間1回も話しないやつなんているじゃん、うん、まあいますね、いや無視されてますみたいな、うん、電話されんだよやばくないでもそれは本当に無視されてる可能性もあるかもしれないじゃないですか、でもその判断って受けてる方でしょ、まあ、本人ですよね、でも別に無視してなくて言うことも特にないし、もうちょっとこうやってやってみた方がいいんじゃないのかって言って言っても言った通りやらんかったらもう言うことないやん、うん、そうですね、で無視されてるっていうね、うん、いやいやいやだって言ったことやんないのにもうそれ以上俺言うことありませんけどみたいな、うん、ってなったら無視されてますって苦情されて、はい、無視してんのかいやいやいやってなるやん、うん、でもそういうのが、はい、実情わかんないよ、はい、でもそういうなんかモラハラパワハラの暴言ね、うん、あの無視が件数がめっちゃ多いらしい、へー、まあ、暴力が減った分そうなるんですよね、でもそれも難しいよ、うん、知った激励アウトだからさ、まあ、そんなつもりなくてもさ、なくても相談されちゃう可能性があるわけですよね、そうそうそう、構えすぎたら、うん、うっとしいとかって、はい、でもパワハラですとか言われたり、うん、で構えすぎなかったら無視されますみたいな、はい、何が正しいやんみたいな確かに、だから青山君も、はい、今あの無視称賛非難だから、はい、知ってるでしょ、無視称賛非難、無視、無視称賛非難だから、はい、知ってるやろ、知らないです、え、もうこれあれだよ、あの野球史に残る殿堂入りするぐらいの名言だよ、知ってます、野村さんのことですか、お、そうだ、あー、へえ、一流は非難されるらしい、うん、で二流は称賛されて、うん、三流は無視らしい、へえ、無視なんですか、だって、まあ、多分無視じゃないんだよ、多分気づかないんだよ、あ、そういう無視ですかそうそう、だから気づかないことを無視って思われるわけじゃん、はい、だから怖いけどね、はい、で、うーん、だからまだ青山くんは、うん、まあ、何も出してないから、まあ、これからですからね、うん、そうだ、うん、絶対入るとも言いにくいし、うん、絶対ダメやとも言いにくいから、うん、見てもないから、うん、あの評価の対象にありませんけど、はい、頑張ってはもらいたいけどね、そう、そう言ってほしいんですよ、そうなん、うん、だから頑張ってほしいよねって、いやだから、ヒーローインタビューで、はい、佐々木チャンネルのおかげですって言ってくれたらね、え、入団会見で言ってくれてるだけすごい、いやいや、まだあの佐々木チャンネル見てますって言ったから、はい、佐々木チャンネルのおかげですと、おかげです、見てますちゃう、そこまで求めますね、あ、求める、だってあのジャイアンツの戸郷は、はい、あの佐々木チャンネルで、うん、お金の勉強と、あ、言ってましたね、交渉の勉強してますって、はい、うん、そう、結構もう熱いじゃんね、はい、でもそれ俺だって知ってる、うん、昨日あの千葉県知事の、はい、熊谷千葉県知事に、うん、はい、佐々木チャンネルいつも見てますよって言われて、へー、知事も見てんだよ、はい、影響力えぐいよ、うん、だからもうどんどん見てますだけじゃなくて、はい、生かしてますっていう、でもヒーローインタビューで佐々木チャンネルのおかげですっていう内容をやってます、いや最近どう、あの調子良くなってるのはどういうところですかって、いや佐々木チャンネルのおかげですって言ってこのチャンネルどうやって調子良くなるんですかこのチャンネル何を見ていやいや、それはあのやっぱこの叱咤激励で、はい、あのもっと佐々木さんにちゃんと言ってもらえるように、はい、この気持ちの高ぶりが出ましたとか、あー、なるほど、モチベーション上がりましたとか、気持ちの面でね、そうそうそう、うん、あとあの総チェックでバッとって言われたんでグッとって言われるように頑張りました、あー、そういうことか、だって俺らの現役の時、はい、あのサンデーモーニングのハリーさんに勝つ言われるのが嬉しかったからね、へ、うん、はい、勝つ言われたよみたいな勝つ嬉しいんですね、その後だって名前が上がらないのが一番きついからね、あ、そうか、うん、確かにそう思うとやっぱ無視より非難の方がまだいいですもんね、そうそうそう、うん、名前出るからね、うん、だからあの
バッと言われたんで、はい、グッと言われるように頑張りましたっつって、もうハリさんポジションですね。そしたら俺が言うから青山グッチッて、おじゃあそれ目指して頑張っていただいて、そう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 、はい、な話がきてだからピッチャーはノーサバイバルだね、はい、うん、だから、はい、やっぱ何気にそう考えたら投手陣暑いね。暑いですね、うん、しかもまだその後ろで控えてるから層も暑いからね、はい、そうですね、だからもう打線だね、うん、だからこの新外国人2人が本当に機能して、うん、まあ、金子千尋が去年の終盤の頑張りできたら、はい、本当に大穴チャンスあるから、うん、これはもうちょっとキャンプ見に行くのが見ものだね。そうですね、でもなぜか始まるのが6日っていう1週間遅い、あ、なんかそうみたいですね。そう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 、開幕が1週間遅れるから、うん、キャンプ1週間遅れるっつって、うん、甘いですね。で佐々木さんはそういうとこどうですかって、いやもう俺はもう早くキャンプしてほしいって、え、なんでですかって、飯は用意してくれる、掃除はしなくてもいい、うん、球場の行き来いらない、うん、やる練習全部手伝ってくれる、うん、キャンプ行った方が楽やからって、だって毎日朝昼晩ご飯用意してくれてんだよ、何もしなくていいんだよ、うん、早く行った方がいいじゃんね、はい、で休みになったらゴルフ行ってって言って、いやそうだからもう俺はもう早く行きたい、めんどくさくないからって言って、めんどくさくないからそういう理由なんですか、うん、だってめんどくさいじゃん一人でやるのみたいなっていう感じです、はい、だからまあ、うん、野手だね。そうですね、野手がどれだけ上がってくるかが勝負だけど、うん、でもこう考えてもやっぱり穴的なやっぱ存在であることは間違いないね、今年のシーズンの、はい、っていう感じです。打線次第、はい、うん、まあ昨日、さあ今日は DeNA ベイスターズ、はい、サバイバルポジションっていうね、うん、でも今年結構ひょっとしたら DeNA の評判も高いんじゃんな、うん、去年ね良かったですからね、うん、多分豊さんあたり DeNA1 位予想してんじゃん。おだってやっぱ桑原の自主トレとかも行ってたし、はい、あそうですね、うん、ちょっと DeNA に寄っていってんじゃん、うん、最近 DeNA OB 職出してるからそう、まあまあ事実 OB ですからね、そうそうそう、うん、DeNA の OB ではないよ、太陽、太陽だ、太陽ですベイスターズの OB でもないから、ホエールズ、そうですね、確かにコーチはね、はい、やってたけどね、うん、中瀬さんの時にね、はい、でも多いんちゃう、うん、でも俺はそこをビシッとね、はい、切ってるから DeNA、うん、ね、さ DeNA ファンの人が見てるけど、はい、切っててね、はい、まあ4位って、あ、4位予想でしたっけ、まあでもあれは正月だから、うん、まあまあ、俺はもう開幕の前日に最終発表、うん、はい、そこまでどうなるか分かんないから、うん、でも俺は去年 DeNA のもともと優勝予想してたけど、はい、B クラスに外とオースティンがいなくなってしちゃって、うん、あ、そのままにしときゃよかったなって思ってるから、そうです、ね、今年はちょっとそのままにしとこうかなって変えない方がいいかもしれない、 B クラスで変えないって、ね、うん、でもまあポジション的に言うとね、はい、まあ、キャッチャーね、峰井、うん、がいなくなって、ね、まあ、ここは伊藤、戸柱、うん、サバイバルだね、はい、まあ、さすがにね、ルーキーの松尾くんがいきなり主戦で出ていくことはないと思うけども、まあ戸柱、伊藤、ね、山本、まあここら辺でサバイバルだね、キャッチャーね。でも去年のロッテみたいに松川君をこうすぐ使ってたじゃないですか。誰もいないからね、いるから、だからキャッチャーはサバイバルだね、はいはい、でファーストは外がどこまで元気かにもよると思うんだよね、外が元気だったら多分ファースト外、はい、セカンド牧、うん、サード宮崎、はい、ショートはサバイバルだね、うん、京田森、はい、大和、うん、柴田、まあ、柴田セカンドか、まあでも内野っていうとこ行った、まあ、そこショートがサバイバルだね、うん、まあ、森がね出てきてほしいけど、大和も勝負強いしね、うん、で京田がね中日から来て、そうです、入ってきましたからね、どうなるかっていうところだけど、うん、まあだからでもショートはサバイバルだね、そうですね、でレフト佐野でしょ、はい、でセンター桑原でしょ、うん、でライトがオースティンがねちょっと出遅れるから、うんうん、最初ね、だからライトがサバイバルだね、うん、だから太田、はい、上里、うん、楠本、梶原、海老名とかがサバイバルだね、うん、まあだからライトとショートとキャッチャー、うん、はい、で万が一外がパッとしなかった時に佐野がファースト来た時に外野2つだね、はい、でもまあ外がパシッとファーストにはまった方が、うん、優勝への道は開けるからね、うんうんだからまあ、でもキャッチャーはもう回せ回せだね、これも、うん、誰か一人っていう、でも俺は何気に上皇君が早く支配下になって、はい、松尾より結果的に良かったね、パターンもね、下位パターンあるからね、愛媛マンダリンパイレーツからだから、はい、大型ですね、184センチ90キロ、であとアバギーね、アンバギーですね、本当だ、アンバギー、うん、外野だって、はい、まあ、これはもうキャンプでちょっと要チェックだね、はい、分かんないね、アンバギーは、うん、まあ、だからこんな感じなんで、もまあ
やっぱり打線はいいね、うん、いい感じで。そうですね、うん、でも一つ難点あるのはやっぱあのレギュラーと控えの層がちょっと激しい。あ、だからやっぱ万全の状態で戦いたいね、うん、そしたらもう面白いね、はい、でピッチャー、はい、まあ、先発、まあ、確定してるのは、まあ、大貫でしょ、うん、今永でしょ、はい、でまあ、浜口でしょ、うん、でまあガゼルマン、あ、ガゼルマンはまあ投げさすやろ、さすがにね、いくらパスポートなくなしたって言っても、で別に今意地勝つだからね、はい、まだ、ね、まだまだ、うん、まだそんな慌てるほどでもない、はい、でもこの4人は多分確定だと思うんだよ。だからまあ4人、2人サバイバルだね、うん、だからそこに東とか、はい、坂本投手とか、うん、坂本、うん、あと上茶谷とか、あと石田、京山、うん、って感じかな。でもそのぐらいか、石田もう確定かな、うん、1です。1ですか。あと1、あと1、に東、まあ、はい、東、京山、上茶谷、うん、ここら辺かな、はい、がまあ競い合うかなみたいなね、うんうん、感じかな。でリリーフは山崎康明でしょ、はい、守護神がね、うん、入江ね、うん、で平田、田中、はい、エスコバ、うん、5だね、うん、だからまあリリーフ2、先発1、リリーフ2ぐらい空いてるね、はい、だからまあまだピッチャーチャンスあるね、うん、でもピッチャーもだからやっぱ DeNA のキーはピッチャーやな。今のを見ても思ったけど、まあ、もちろんね今後っていうところで若い選手たちの活躍は欠かせないけど、カチッとはまったらいい選手いるけど、崩れた時にそれ立て直せんな。あ、だからキャンプはその底上げを、次の人たちの底上げをどこまでできるかが勝負だね、野手、うん、もピッチャーも、うん、そしたらやばい強い、おー、ベースアップしていけば、うん、だから誰かがちょっと抜けたとしてもバックアップできる選手が控えてるから、はい、その全体のベースアップができればね、うん、層も厚くなるから、何か起きた時にバタバタ、調子がいい時は勝つけど調子悪くなったら負けるみたいなのがなくなるから、そういった意味ではその層の厚さをやりたいね。キャンプで、うん、なんかメジャーのダイヤモンドバックスから臨時コーチ招聘みたいな書いてましたね。いや臨時コーチとかもうほぼ 90% 意味ないから、まあ、呼ぶのはね、うん、自由だけど、はい、俺いつももうね、もう臨時じゃなくて雇え、なんで雇わないのっていう、まあ、雇えない、その人の都合で臨時じゃないとスケジュール取れないから無理なのか、うん、どうせ暇してんだったらもうちゃんと雇ってあげてもあげてればいいのにと思うね。そんないるんだったら臨時じゃなくて、はい、いいんだったらね、うん、そこら辺聞いてみたよね。そうですね、うん、全然長い期間じゃなかったです、うん、7日から13日だけでした。いやもう絶対無理やろそんなもん。それはまあすごいヒント使う人もいるかもわかんないよ、うん、まあ難しいよね。だって一番スポーツの難しいのは、うん、教えられて気づくことよりも、うん、気づいたことをできてるかどうかを確認する作業の方が難しいね。あ、要はできてるかなっていう、うん、でもそれを見てくれる人がいるわけよ、うん、でそれで結果が出なくてもうまくいってなくてもできてるから大丈夫ってやらないと、結局やってる方は結果でしか判断できないから、はい、そのできてるかどうかが分かんない、これでいいのかなっていうままいっちゃう可能性がある。そうそう、ほんで分からなくなって、うん、で勝手にまた違うことやりだす、うん、いうことによってのプラスはあるけど、できてるかどうかの確認をして固めるまでやらなきゃいけないのよ。そうか、前言ってましたね、臨時コーチはその在籍してるコーチにも教えないといけないって言ってましたもんね。そう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 、だからコーチが理解しなかって、うん、いきなりコーチがそいついなくなった瞬間に違うこと言い出したら終わりだから。そうですね余計狂っちゃいますよね。そうそうそう、料理とかでもいきなり来て、うん、こうなんだって塩足りへん、もっともっと塩入れろっつって、だんだんそんな、ちゃんの人はみたいになるやん。そうですね、だからそこらへんね、まあ、全く意味ないとは言わないけど、はい、そういったところを万全にしていかないと、うん、結局はなんかパフォーマンス的にね、はい、見られてもっていうところもあるからね、うん、であとは結局結果出たら、だって結果出たら、でヤクルトもかわいそうだよ、うん、結果出たら古田さんの臨時コーチのおかげって言われたら、はい、既存のいるコーチ、うん、何の役も立ってないってことじゃん。そうです。だからそういうのもかわいそうだよね、そのいる人たちがね、うん、だから俺はそあんまりって思うけども、はい、まあ何かのヒントになればいいよね。そうですね、何か誰かが掴んでくれればいい、うん、そうそうそう、あとはどこまでベースアップするかだね、はい、まあ、そこら辺のね、だから小園とかもねいるから、はい、まあ、今年ね出てきてほしいよね。お、小園健太、小園君ね、うん、そうそうそう、はい、徳山とかね、はい、だからそういったところをベースアップが誰をするのか見ていくと面白いかも、ね、うん、そうですね、そこができれば本当に強くなると思います、はい、今回はオリックスバファローズということで、はい、リーグ3連覇はなるかっていうところのポジション争いですが、はい、
まあ、吉田がね、いなくなってどうなるんやっていうところでね、はい、まあ、森が来たことによって、まあ、キャッチャーは若月と森で併用だね、はい、で森が多分キャッチャーじゃないときは DH 入るんだろうね、うん、でサーファーストが主因出るらしい、ね、新外国人、新外国人、もう一回言ってください、主因出る、主因出る、はい、あのなんか何もないです、何もないです、なんか歌主因出る、主因出る、あ、セリフあるんですか、いやなんかすんなりいつも外国人の名前呼ぶのちょっとこう苦労するのに、いや主因出る、これは言いやすいね、言えてますね、うん、シェラドンみたいな、んシェラドン、シェラ昔いたの、いたの、はい、誰も知らないと思うけど、シェラドンいた、シェラドンじゃなかった、シェラトン、ホテルだった、私もハワイのホテルかなと思いました、俺も、シェラトン、俺もヒルトンだった、知ってる、大体お前外国人選手、お前巨人のお前アンダーソンちゃうかったやないか、お前アンドリス、アンドリス、アンダーソンコメント欄載ってたぞお前、面倒さはシューメーカー、アンダーソンはアンドリュースっつってどこの人ですかみたいな、しかも誰も訂正せえへんから気づきもしなかったよ、いやもう全部外国人選手の名前分かんなくなっちゃうよ、ね、うん、だから俺らが悪いわけじゃないよな、だってガリクソンのこと忘れへんもん、オリックスでもニールとか DJ のこと忘れへんもん、うん、ブルーウェーブの頃ですね、そうそう、まだね、97年頑張ろう神戸の時、はい、でもまあだからキャッチャーはまあ若月森でしょ、でファーストはシュインデル、うん、でセカンドはまあ足立を基本線に、うん、まあ、太田とか、はい、でサードがモネでしょ、うん、でショートは紅林でしょ、うん、でレフトが吉田がいなくなったけども、はい、外野はもう中川、福田、杉本ちゃうかっていう普通に考えて、うん、そうですね、うんうん、で DH にキャッチャーじゃなかったら森が入ったりとか、はい、あとは、まあ、T 岡田、うん、頓宮、うん、っていうところが入ってくるのかな、うん、でもちょっと DH が、まあでも森を DH、キャッチャーじゃない時に DH で使うって考えたら、はい、DH にカチッとした外国人置けないよね、うん、開けとかなきゃいけないから、はい、外野の外国人取ってもいいかなって思うけど、去年は中川がねファースト守ったりいろんなところを守って、外野もね、あのなんか穴埋めみたいなしてたけど、中川がレフト、はい、センター福田、ライト杉本、うん、でファーストが外国人で、セカンドが足立か太田、うん、でサード宗、ショート紅林、キャッチャー若月森、うん、まあ、ノーサバイバーだね、そう考えると、そう思うともうなんか開幕メンバーは大体もうここだろうなっていう感じですね、うん、そうだね、だから DH に、だから開幕がもし山本だからね、うん、まあ、山本若月で森が DH かなっていうね、はい、ところじゃない、他はそんなな入ってくるとこ、まあ、途中から行くって考えたらよ、うん、西野とかね、はい、野口、うん、って言ったところがね出てくるとは思うけども、だからまあ北とかはね、あの頑張ってほしいっていうね期待感はあるけども、ノーポジだね、北選手ね、3年ぐらい前からずっとこう名前ですね、そうそう、北も頑張んないと本当あの黒川と同じ運命をたどる可能性あるからね、楽天いいよいいよと思われていなくなるみたいなね、うん、今年3年目か、うんうん、まあまあでもまだまだ高卒だからね、はい、こっからだから、ね、はい、まだ20歳なんでね、うんうん、だからまあ内野、はい、野手はそんな感じだね、はい、でも若干やっぱ層薄めだね、気になるね、そこら辺はね、ちょっとなんか吉田選手が抜けただけで、いやでかいよ、吉田は吉田一人で流れを変えれるからね、そうですね、うん、でピッチャー、はい、宮城、山本由伸、うん、山岡、はい、田島、うん、山崎幸也、はい、今年は山崎俊平太が出てきそうなんだよね、で山下俊平太、山下す、うん、ソタニね、ドラ1のルーキーね、はい、でもまあ実際決まってんのは5人か、山崎幸也、宮城、山本、山岡、うん、田島、はい、この5人だね、そうですね、だから1つをめぐって山下俊平太なのか、うん、曽谷なのか、うん、っていうところが勝負だね、そうですね、うん、もう山崎総一郎投手はやっぱ後ろですよね、そうだね、うん、だからもう後ろはね、ワゲスパック、はい、山崎総一郎、うん、で宇田川、はい、比嘉、うん、阿部、うん、本田、はい、でもこれ6人、うん、黒木、小北、はい、近藤、うん、平野、うん、もうピッチャー空いてないな、はい、わ、何気にちょっとあの山崎総一郎と宇田川とワゲスパックが去年の終盤から後ろに入って、はい、もう穴なくなったの後ろ、ちょっと後ろ不安だったけど、
だから先発1個か、はい、1個を誰が取るかだね、うん、あとはもう盤石だね、はい、熱いですね。だこうなったらもう吉田杉本がもう一回ホームランを取れるかどうかが鍵だね、うん、オリックスはだピッチャーほぼ飽きないわ、はい、ピッチャーそう熱いね、熱いですね、うん、そう考えるとね、去年なんかさらに熱さかなり増した感ありますね、うん、やっぱ宇田川と山崎総一のワゲスパックが後ろにはまったことによって、うん、ちょリリーフが一気に安定感が増したっていうところと、宇田川投手、うん、まあ、前はね、うん、もうあのきっちり全員がそこそこできてるから、うん、まあ、強いて不安要素を挙げるんだったら、まあ、宮城、山崎福也の好投を引き出した、ね、伏見がいなくなったことによってのそこら辺のこの使い分け、はい、若月と森の、うん、このバランスがどうなるのかっていうところは、まあ、始まってみないと分からないけどね、はい、まあ、そこはちょっと見どころかなっていうところはあるけども、うん、まあまあほぼほぼでもやっぱまあ日本一チームだから ね、 そうですね、そんなサバイバルポジションあるわけないからね、うん、まあ、でもそこを同層を底上げして若手が熱くなってくると、うん、3連覇もね、はい、夢じゃなくなってくるからね、うん、そういったところはあるけど、まあまあでも曽谷とか見てみたいけど ね、 そうですね、曽谷山下俊平だちょっと見てみたいね、うん、どうなるのか、そこハマったらもう盤石だね、はい、うん、本当見ててもあんまりこうベテランがいないですよね、そうだ、まあ、まあ平野だね、平野投手ぐらいですよね、うんうんうん、すごいチームが若いな、あと日がね、はい、うん、だからバランスいいよね、若手ベテラン中堅のこの年齢構成のバランスもね、はい、野手含めて、うん、まあいいかなっていうところ、やっぱそういったところの強さあるよね、はい、はいはい、ということでね、二十歳の約束皆さん探してください、ヒューヒューだよ。さあ今年の優勝予想一番多いんじゃないのか、阪神タイガースです、はい、多分プロ野球ニュースでも多いと思うよ、うん、はい、阪神優勝を掲げる人たちは、うん、もう大阪は全阪神じいちゃん、はい、もう関西圏の方々は、いや俺はもうあの大阪の解説者で阪神を B クラスにする解説者みたいな、おいいのかな、あそれはあのあれですか、こう監督やっぱり岡田さんになったからとかそういうのがある、そうあるんちゃう、やっぱり、うーん、やっぱり岡田さん信者の方多いんちゃう、うん、あそうですか、やっぱり重鎮だしね、はい、しかもまあだって岡田さんがリーグ優勝してからしてないからね、そうですね、前の優勝はそっか岡田さんの時だ、うん、2005年最後でしょ、はいね、うん、あ、2005年、すいません阪神ファンの皆さん、334のやつですか、あ、待ってが、はい、あのトンネルズのスポーツ王も、はい、ゴルフ駅伝、はい、あの3分34秒で勝って、これは何の呪いやっていうツイートで334をつきまとうんかみたいなでもまあだから多分今年まあ本当にね高い前評判はね、うん、その中で、はい、まあ、ポジション的にサバイバル、うん、でもキャッチャーはもう梅野なんだもんね、だって坂本そんなね、うん、って感じだもん、うん、そのやっぱ打率1割8分9厘は、うん、小林と一緒だもんジャイアンツのそこと、うん、1割8分9厘だったら、まあ、そうですね、打率がね、うんうんうん、だからなかなかやっぱ苦しいよな、うん、うん、上野選手がやっぱり正捕手って形で、まあ、なるんじゃう、で岡田さんも言ってたしな、うん、うん、梅野もね去年100試合2割2分8厘、うん、まあ、梅野もそんな打率が高いわけじゃないけどね、うん、まあ、ここは監督が変わって心機一転と、はい、っていうところでね、うん、でまあファーストだからファーストも大山らしい、はい、うん、でセカンドはコンバートの中野でサードはサトテル、はい、でまあなんかいろんな人に聞くとやっぱ岡田さんは決めたらもうそれが固定で、はい、マルチポジションとかしないらしいのね、うん、そこで出れなかったらもう補欠みたいな、はい、だからショートだけだね、中野選手はもうじゃあもうセカンド、そうそう、しかもなんか聞いた話によると、はい、そのもうキャンプはセカンドの練習しかさせないから、はい、WBC 用にショートの練習しかさせないって言うけども、WBC 行ったら確実にショートの控えだと思うんだよ、はい、だからそのセカンドコンバートで内野っつってもまあ逆回転多いから難しいじゃん、はい、うん、でシーズンでしょ、はい、大丈夫なんかなっていうね、そうですね、中野のそこの準備としてはね、うん、そこら辺はちょっと心配だけどね、しかもあの WBC の時の動画で言ってましたけど、うん、補欠になるとなかなか練習する機会がないわけですもんね、出れもしないし、そうそう、だってあの WBC は練習しに行くもんじゃないから、うん、試合しに行くからその練習量はやっぱ下がるんだよね、そうですね、で試合出なかったら実践感覚も下がるしね、うん、まあでもまあそれでセカンド、うん、でもまあこれは固定だからね、サバイバルじゃない、はい、中野がね、だからショート、うん、ショート誰で、ショート誰
んじゃないですかね。だって阪神あれでしょ、もう裏ルート持ってるでしょ。まあ、西田です、はい、阪神大型ですね。ショート、はい、お兄さん大型の兄さん。さっきマーキの知らなかったのに。いやそれは知らない、はい、え、木浪は木浪は着々と用語が上がってて、うん、木浪と大型で争う。そうなの、糸原は糸原、岡田さんの名前、岡田さんの名前消えました。じゃあ糸原はもうバックアップですか。北条は、北条は藤波と一緒にあのお立ち台立つのが夢やったらしいんですけど、うんうん、夢叶わず相方がアスレチックス行っちゃったんで。じゃあアスレチックス行ったら夢叶うかもしれない。絶対無理じゃないですか。なんか結構辛口じゃない、辛口ですね、厳しいですね、うん、いや関西人だとやっぱ阪神で言えます。そうだ、うん、じゃあもうじゃあ渡辺亮なんとか、でもなんかあと高浜もなんかあった。じゃあもうショートは小畑かもう木浪だ、はい、そこにその2人がダメな時に誰か入ってきてくれたら嬉しいなと思います。そう、もう中野がショートに帰って井戸原セカンドとかないの、はい、そんな瞬間は絶対しないです。しないの、もう絶対にしないです。それだけじゃあもうそれかね。じゃあでレフトがノイチ、ノイチ、あの新外国人の。でも俺はもう不安でしかない、はい、だってあの外野ほぼほぼ守ったことないの、はい、去年も外野1試合も持ってないのよ。1試合も出てないんですか。ほぼサード、はい、でショートセカンド、はい、のファースト、うん、ショートがちょっと か、はい、ファーストサードが主なの、ね、うん、はい、でレフトはあの2021年に4試合だけ守ってるんだよ、うん、メジャーではね、はい、であのレフトはあんまり守ったことないけど、うん、あのキャンプで練習しますってノイジーは言ってたんだけど、はい、もうそこが不安で仕方ない。外野気がついたらサードにノイチーでサード出るか山本出るとかない。でも阪神ファン的にはサードサドテルほど僕はちょっとやっぱあかんのじゃないかなと思うんですけど、うん、サドテルを外野手に置いておくことがサドテルが1年間通じてコンスタントに成績だけ出せる条件やと思うんですよ。外野に置く方が、はい、でも外野に置いててもコンスタントに出してへんやん。いやまだまだマシじゃないですか。サード出ると僕すっごい加工すると思うんですよ。そうなの、はい、見といてください。で、センターは近本でしょ、はい、じゃあライトがサバイバルだね。そうです、ライトいないもんね。ないです。でも島田は頑張ったよ去年、ね、だから島田、はい、森下、うん、でもそこにいるのが前川君、うん、智弁学園、うん、出て言います、ね、井上はちょっと、もうちょっと頑張るかな。そうなの、高山、高山消えた天才。なんか大丈夫ですか、攻めてんな今年お前。消えた天才とか言ってる、攻めてんな。俺は何も言ってないからね、はい、まあ、今のは全部先生のセリフですから、ね、うん、絶対使うからね。顔出してないことをいいことに、ノーカット。まあ俺はね、何気に期待してるのは藤田なんだよ。うーん、もう2番手藤田でいいんちゃうかって。でも境田とかもいいんだよね、いいキャッチャーですかね。そう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 、キャッチャーの人間よ阪神は。いでもまあだからっいっぱいいますからね。そう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 、うん、あとは使うかどうかだけだからね、はい、俺はもう藤田推しなの、はい、中京学院大中京高校から、うん、はい、だからまあサバイバルはじゃあショートとライトやな、うん、でもしくはノイジーがサード来た場合レフトだな、うん、サトセルライト守るから、うん、だから上田か筆頭は。あれ、あ、そうだ、え、あ、じゃあ島田ミエセスは、ミエセス、うん、新外国人のミエセス、ミエセスだって1軍入ってこないでしょ。185cm、でも外野、いや、あ、レフトする、レフト、だからどっちか出ない、だから、あれ、じゃああれあるんじゃん。結局は、蓋開けてみたらサードの位置、レフトミエネ、ミエネス、うん、で、近本、サトテルあるんじゃん。それしちゃうとやばいでしょ、ガタガタっすよ、左半分。ん、左半分ガタガタですよ。いや、ノイジ守備上手いんでしょ、サードは。でもなんかミエセス、はい、なんか里崎に似てる説がちょっとネット界隈で一部から出てんだけど。え、何が似てる、顔ですか。うん、なんかフォルムも含めて。ちょっと見てみよう。あの、分からなくもないけど、でも似てない。なんかこう、ちょっと分かるけど。だからなんか応援してるよ、めっちゃ、うんうん、いいっすね、うん、親近感か、うん、うん、ザガースキーの次に。ザガースキーさんめちゃくちゃ似てますよね。ザガースキーの次に来たい、うん、頑張ってほしいね。はい、頑張ってほしいですね。だからそこだね、まあ、外野1個と
だからショートだね、はい、でもまあほぼそれも決まってる感じだもんね多分、うん、まあ、サバイバルだけどこいつ来るんちゃうかみたいなね、はい、感じだね、うん、でピッチャー、はい、先発はだって西純也、西勇輝でしょ、うん、で青柳でしょ、はい、新外国人が佐伯でしょ、うん、伊藤正史、ビーケラー、ブライアンケラー、じゃあもう先発空いてないね、で今年から岩佐だもん先発に、あ、岩佐だ、はい、あ、そうだね、言ってたね、はい、あの FA の時の話 で、 であと森木ね、うん、もいるし、桐敷投手もいいですかね、あ、そうそうそう、うん、2軍でね、よかったから、はい、と秋山もね、結構いるんだ、だから先発はもうほぼほぼ固まってるね、うん、これはちょっとノーサバイバルだね、高橋アルドもね、10球投げたってニュースに出てたからすごいガラスのエースだから、ガラスがもう強化ガラスになった強いよ、はい、でリリーフはだって湯浅、うん、浜地、岩崎、うん、ケイケラ、カイルケラ、うん、でビーズリー、あ、新外国人のビーズリー投手は中か、渡辺左、はい、って感じか、もうだからピッチャーはないね、うん、もうほぼ決まりだね、ピッチャーはもうほぼ決まり、暑いですね、うん、そう考えたらもし藤浪メジャー行ってなかったも出れないな、うん、阪神で出るとこなかったの、でもアスレチックについて5億円やからな、うん、すごいよな、アメリカンドリームやな、ね、インフレやな、うん、ね、だからピッチャーの王様だね、本当ピッチャー多いな、だからショートとライトだけだね、はい、サバイバルは、でもそのサバイバルほぼほぼ決まってるしな、うん、だからこの固定メンバーでどこまで頑張れるかだね、はい、すごいです、防御率すごいですね、やっぱ、うん、めっちゃいいですね、みんな、うん、ピッチャー、そりゃ優勝予想する人も多いよな、うん、私も年始のは阪神一予想してるんで、どうしたんですか、大阪の仕事を取りに行ってんですか、いや、言ったところで何の仕事も大阪から来ないと思う、来ないの、分かんないよね、阪神のね、トラバンから来るかも分かんない、トラコって今流行ってるらしい、うん、あ、そう、でもちょっと今 MBS ラジオやってるんで、でも大阪に行ってないんですよ、はい、東京でやってます、まあ、だからヒロドさんと対決するんちゃう、ついに、うん、ついに、いや、恐縮です私あの子、地味にやったから、はい、もうちょっと、まあ、だから、ほぼほぼの大阪だね、全体的には、まあ、だから本当ショートと外野だね、まあ、そこに新しい戦力入ってきてハマったら強いね、うん、うん、だから俺は個人的にはもうね、桐敷と藤田でね、期待してるけど、あとは三重、ね、ちょっと桐敷投手期待してるんですか、いや去年2軍でめっちゃ良かったから成績だけは、はい、防御率0点台ですからね、そうそうそう、だからそれを1軍でどこまで通用できるかっていうところは、うん、まあ面白そうだよね、キャンプ見どころあるよね、はい、あとはもうその梅野の次に来るのが俺は栄田と藤田やと思ってるから、うん、そこら辺の動向を逆に見るのも面白いし、はい、あと俺の弟の三重説、三重説、三重説の動向はちょっと気になるね、はい、キャンプで見たいね、キャンプも張り切ってるらしいですからね、そうだね、はい、怪我しないように頑張ってください、はい、圧倒的優勝候補ソフトバンクです、はい、はい、うん、もうソフトバンクやる必要ないんちゃうかっていういやでもあれじゃないですか、どこのポジションがサバイバルかっていう動画ですから、あるもう戦力拡大すぎて余ってんちゃうかっていう、逆にまだ2チーム作れるぐらいの戦力ですからね、うんうんうん、だってキャッチャーも甲斐でしょ、はい、で峰井がいいんでしょ、はい、ファースト、うん、まあ、これ俺の予想だけどファーストはもうアストディーヨだ、はい、あの新外国人ですね、新外国人、うん、でセカンドが三森、はい、でサードが栗原やるらしいんだよね、うん、でもアストディーヨはサードもできるらしいんだよ、はい、サードかファーストがメイン、うん、でショート今宮でしょ、うん、でレフト近藤でしょ、うん、センター牧原でしょ、はい、でライト柳田でしょ、うん、で DH がホーキンス、うん、新外国人の、うん、終了、そうですね、うん、語ることも、もう中村晃ですら出るとこない、去年2割7分7厘持って柳町ですらもう補欠、うわー、周東なんて侍ジャパン入りなのにもうホークスではもう補欠、うん、上林も去年前半朝食、まあ、怪我して離脱しちゃったけど離脱するまでは3割打ってたけども補欠、はい、渡辺陸もいいところ見せてパンチ力あるなけど補欠、うん、野村勇70何年ぶり新人ホームラン2桁打ちました、はい、補欠、まさき慶応からの右の長打砲補欠、うん、
すごいですね。でも本当に去年いっぱいコロナで抜けた時にすごく頑張って、うん、その筑後ホークスって言われて出てたメンバーたちですもんね。そうで、しかも結果も残してるけども、うん、全員補欠、補欠、はい、リチャード、はい、チャンスつかめず一軍にすらいないでしょう。うわそう熱いな。ガルビス4億円だけども全く活躍しないから契約切れないだけでほぼ使わなそう、うん、でももうノーサバイバーもノーサバイバーよ。はい、もうだって決まってんだから、うん、全員、まあ、新外国人2人は多分最初出しますもんね。だからもう野手ノーサバイバー、はい、だからもう語ることない、うん、頑張れっていう。もうそれだってもう 99% が優勝予想やと思うよ。はい、そうですね。逆に負けたらやばい、うん、まあでも、うん、どうせ怪我人出るからね、はい、そこが怖いところでホークスはね、うん、ピッチャー、はい、先発ね、うん、まあ千賀が抜けたけども、はい、抜けたけども、まあ、東浜でしょ、うん、で有原でしょ。あそうだ、これはもう確定でしょ、はい、さすがにね、そうです、最初はね、うん、でガンケル、はい、石川、はい、バンドも俺は確定やと思うんだよ、うん、最初はね、はい、先発やらすからね、うん、で和田投手もいます、ね、和田ね、うん、じゃあもうノーサバイバーです。これで6人ですもんね、うん、でまあ、和田とかはねそのローテーションずっと回れるわけじゃないから、うん、そこにまあ大関ね、うん、とかあとは武田、はい、ああそうですね、とか田上、うん、とかがまあ出てくるんちゃうかっていうね、はい、まあ、控えてる、うんうん、じゃないのかなっていうところだね。先発はね、先発も千賀投手抜けてもいますね。そう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 、まあ、だってあり藤井も先行するですね。あ、藤井も先発転向するかさ、転向するってなると使うじゃんな、あんだけリリーフでもよかったから、うん、ガンケルもいますから、うんうん、だってリリーフだってオスナでしょ、はい、モイネロ、もうそこが後ろですもんね。で、ツモリね、うん、で、又吉ね、はい、で、加山ね、うん、松本、うんね、泉、はい、もう泉も若干怪しいんちゃうかっていうメンバー多すぎて、うん、甲斐野、はい、何人いるんやっていう。森ね、はい、ピッチャー陣もノーサバです。まあ決まった人だけでサバイバルしてる。だからもう多すぎる。そう、はい、あ、こいつ確定やろって言ったら先発7人ぐらいいるだからまあその中でサバイバーだね、はい、だから枠が自由に空いてるわけじゃない、うん、もうほぼほぼもう見れば見るほど強い。一番つまらん回やな。でも分かんないですよ、野手。またその去年ガルビス選手、まあ、開幕ホームラン打ちましたけど、うん、それ以降がちょっとこうあれだったじゃないですか。そう、でもまあ最初はこれで、でもダメだったらさ、うん、結局ファーストに中村晃入ったりさ、うん、はい、で DH に柳田回ってさ、野村勇とかシュートとか外野守るだけだからさ、あと柳町とか、まあそうですね。だからまあ別にこいつらが活躍しなくたっていいのよ人。しかもそこサバイバルじゃなくて、ただもう順番待ちしてるだけだから、戦わない、順番待ちしてるだけ、うん、うわぁ、そう、暑いですね。いや、暑いよね。うん、でマストディオ選手はショート以外どこでもできるらしいですよ。キャッチャーもできるし、ピッチャーもできるらしいですよ。いやいや、本当だいたい言うのよ、どこでもできるって。はい、キャンプにグラブ4種類持っていくって言ってました。いや、それはもうご自由にどうぞもう持っていくのはね、はい、もうでも本当ソフトバンクはね、うん、もうノーサバイバルよ。しかも別にダメだってもそうも熱いから、はい、それはもう本当に優勝候補一投だから。でもこのままソフトバンクは本当に優勝したら面白くないからね、うん、でもどうなるのかっていうところは見どころあるけども、どっかが食い止めてほしいですね、やっぱり。でも僕は2023年何が起こるみたいなやつに、うん、まだ去年の最大でガルビスの再来が生まれるって言ってるんで、これが当たるかどうかは本当に楽しみなんですよ。ガルビスの再来が当たる、どういうこと。開幕だけ頑張る外国人がまた現れるっていう。でも別にそれでダメでも次いるからね、うん、別にそんな困んないと思うよ、外国人当たんなくても。当たったら当たったらでえげつないけど、うん、だってもう打順すごいよ。だって1番セカンド三森、うん、2番誰なんだろう、今宮選手とか、うん、今宮とか牧原とか、うん、でクリーンナップがギータ・ホーキンス、あ、近藤もいるし、あ、近藤選手で外国人も、外国人2人いるし、近藤もいるし、ギータもいるし、うん、栗原もいるし、はい、やばいな。まあ、はい、すごい派手なキャンプ見に行こう。そうですね、で後ろはモイネロ・オスナいて、うん、で又吉ケガから帰ってきて、はい、完璧だな、うん、はい、ということで結果は、はい、もうノーサバイバルっていうことで、どこも1ミリも空いてないです最終回来ました、はい、長かったですね、12回目ですね。いやー、こうね、最後にヤクルトスワローズっていうことでね、はい、うん、まあ
やっていますけど、まあキャッチャーも中村だね、はい、サバイバルね、うん、であの内山がバックアップとして控えて、はい、まあ週に1回ぐらい内山が出ていったりするんじゃない、うん、いいですね、若くてこう、うん、でファーストはオスナでしょ、はい、セカンドは山田、うん、サードが村上、はい、でショートはもう長岡で、うん、もうショートポジション、うん、ショートのサバイバルが5年ぐらいかかったけど収束したね、うん、ねえ去年掴みましたね、うん、でレフトが俺はサバイバルだと思うんだよね、はい、でもうちの先生がいやもう山崎で確定でしょ、おー小太郎選手に、うん、小太郎選手確定だ、俺はもうセンター塩見ライトサンタナは確定で、はい、うん、唯一レフトだけがサバイバルちゃうかって俺は思ってるよね、固定されてないという感じの、そう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 、だからそこにね、まあ、青木選手もいるし浜田だったりとか、あとはあのね、サヨナラ優勝サヨナラヒットを打った、はい、ね、丸山、あ、ね、はい、であとはちょっとあれやな、確定やな山崎でいや他がっていう、そう他がおらんな、いいですよ、ちょっと突き上げがこうね、ヤクルトのね、うん、決定見えたら、うん、控えとの差が激しすぎるな、だからやっぱり去年も、はい、あのヤクルトがコロナで一気に離脱して、うん、一気に弱くなったもんな、うん、で DeNA の連勝で6ゲーム差ぐらいまで追いつかれたけども、うん、最後ねあのヤクルトが3連勝して DeNA4 連敗して、うん、一気にまあ決着ついたけど、はい、でも今こんだけ外野で名前今上がらなかったの珍しいですね、うん、いや俺人はいるけど、はい、ちょっとおらんもんな、並木選手も、うん、そうですし、丸だからもう確定やな、山崎やな、確かにそう思うと去年めっちゃいいところでいっぱい打ちましたもんね、うん、山崎、でまあね青木も出るからね、うん、まあ、そこら辺は併用しながら、はい、ノーサバだね、うん、ていうかもっとちょっと若いやつら、まあ、頑張んないとって言ってもみんな若いからね、村上も若いし長岡も若いし、でまあ山田はね、もうでも山田もまだ30ちょいだもんな、30ですね、うん、若いやつがレギュラーになって層が薄いって、まあ、それは仕方ないね、うん、まあ、でもこれはまあいい傾向もあるからね、まあ、でも若手はここから差をどんどん埋めていったらもう盤石になってくる ね、 そうですね、だって村上もね、うん、今年の WBC で一気に活躍して評価上がってメジャー移籍しますとかあるかもわかんないからね、うん、そしたらサードいなくなるしね、はい、まあ、でも野沢だね、はい、でピッチャー、はい、先発、うん、まあ、小川でしょ、はい、高橋奎二、うん、サイスニード、まあ、10勝投手いないからね、石川雅則さん、うん、でも石川も1年中ローテーションは多分ね、うん、回れないから飽き飽きだからね、うん、あとまあ山下がね、まあ、入ってくるかなっていうね、あ山下光投手、うん、うん、でまあ吉村ねルーキー、はい、そうです、でもまあ先発は、まあ、10勝ピッチャーがいないっていうのもあるけど常に年間通して回るのは、まあ、怪我さえなければ高橋サイスニード小川だけじゃん、うん、ぶっちゃけな、あとは、まあ、まあもちろん石川も投げるだろうけどずっとはローテーション守れないからね、はい、だからそこに金久保だったりとか、うん、小沢、はい、だったりとか、あ小沢投手で、まあ外国人のね、うん、ケラピーターズ、エスピナル、ケラが守護神候補なんだよね、そうですね、だからで外国人はサンタナ、あのオスナで、サイスニード、ケラだから、あと1人だから、このピーターズかエスピナルが先発候補らしいから、まあ、ここ1人ね、うん、どっちか入るかなっていうところで、まあ、4人だから2人は余ってるね、先発、うん、だからそこは勝負だね、はい、だからそこにまあ新人の吉村も含めて、うん、ね、サバイバルだね、はい、ちょっと奥川がね、あの消えちゃったからね、怪我もあって、でも一応今年復活を目標っていうことでシュートトミーションしなかったんですよね、うん、だからそれがまあどこまでどうなるかだね、うん、そまだ未知数だからね、まあ、サバイバルに入ってこれるのかどうかっていうところの立ち位置だね、うん、でまあリリーフ、はい、石山でしょ、で清水ね、はい、木澤、田口、梅野、はい、大西、うん、でケラでしょ、はい、7人これで今野もいるしね、ああそう今野投手リリーフもノーサバイバルじゃん、わー熱い、まあ、もうリリーフいいからね、うん、ヤクルトはもともとね、ここ最近ずっとね、はい、でもリリーフはノーサバイバルだけど先発はもう空いてる、ガラガラとは言わないけど空いてる、はい、だから先発のみだね、まあ、そりゃそうだね、10勝投手一人もいないからね、うん、ここね去年もそうだけどもね、はい、まあ、それでリーグ優勝してるっていうところはねすごいけどね、うん、これがだから先発とか2桁投手が 2,3 人出てきたらもう無敵だね、
うん、3連覇間違いなしだね。ロッテから成田かける投手とかも頑張ってほしいな。まあ相手がいいね、はい、枠がない。でも今の聞いたら枠ないですね、うん、だって左もさ久保と田口で、うん、もう埋まってるからね、うん、そっか。山本もあのトレードでね、はい、来たけどやっぱりなかなかチャンスつかめないっていうところでね、まあ、左の数はリリーフ少なかったけど、まあ、田口と多分久保でそっかもう全然手間足りてるからね。うん、空いてないですね。先発 2はいける、はい、だから頑張ったらねいけるよ、うん、でも野手はノーサバだね。もう硬いね、うん、何の変化もないね。しかも安定のレギュラー陣の強さあるし、あとは長岡がショート争いも終焉来たっていうところもあるし、ね、はい、うわ、ばっちりだな。だからその次の若手の層をバシバシしごいて層を集めにしたいね、ヤクルトも、うん、そしたらもう盤石だね。誰か休ませることもできるしね、山田がちょっと体の調子悪いから、じゃあセカンド、まあ、竹岡いるか、ね、長岡竹岡でみたいな、ね、うん、ところもあるし、うん、その休ませながらっていうところもできるから、そこがぐわっと押し上げたらやばいね。うーん、ヤクルトもね、まあ、宮本とかもいるしね、宮本選手ね、うん、強いね。はい、で、あの中日から三ツ俣とかね、あ、そうですね、うん、バックアップで、ね、来てるからね、うん、そういったところのバックアップもこのいい感じで取ってきてね、うん、なんか何気に厚めを増してるから、このこういう戦力補強もいいよね、はい、三ツ俣とか本当、うん、あの今のヤクルトにフィットした補強やと思うな、はい、そのチームの層を厚くして強くするっていうところではね、去年赤羽選手とかも出てきましたもんね。あ、そうそう、だって、うん、あのフレッシュオールスター MVP ね、はい、うん、そう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 、うん、試合感になってね、うん、あと元山もいますからね、野手で。そうですね、元山来んの、元山来んの、来ない、どういうこと。いい選手多いですよ、内野手がね多いですよ、でもいい選手なのに来ないの、そんなかわいそうやん。長岡君に勝てないし、わかんないじゃんな。いやでも本当去年の段階だったら本山選手もショートでねっていうのがありましたけど、長岡選手がまあ掴んじゃいましたからね。だからもうね、消えた西浦だよね。ダイヤマーターいたじゃないですか、これ。ん？キャンプ中に。それもありやな。はい、これ何人かガイヤマーさんだったら。うん。でもガイヤマーしても打たないと意味ないからね。うん、ショートでもガイヤでも打っちゃいいね。うん。まあそうですね。結局打つだからだから、だから西浦もそうだし広岡もそうだったけど結局打たないからね。うん、安定してね。で、そんで、じゃあ長岡何やって言ったら安定して打つじゃんね、うん、そんな大きな山あり谷ありなくて、で守備もね、うんうん、いい形だし、だからそれは使うよね、うん、まあでもこんな感じかな。だからヤクルトは若手も含めた総上げができればね、うん、キャンプで、はい、やばいね、かなりのチーム力の強さをね、次世代に向けても、うん、そうだね、いいですね、うん、だからそういったところを見ながらね、キャンプ見ていくとまた面白いんでね、はい、はい、まあ、続いてはね、あの開幕戦に、近づくにつれてね、はい、あの恒例の崖っぷち選手、うん、ああもうそんな時期か、うん、もう崖っぷちもいるからね、うわ、もういます、うん、言いたいけど今日は言わないけど、ね、そうですね、うん、それは後の企画で、はい、はい、ぜひね、あの引き続き佐々木ちゃんでお楽しみください、はい。